続いては、なんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています、うん、文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます、はい、やってみましょうか。ラジオネーム不要義務、山本太郎氏初登院、筆記用具忘れ谷良子氏にボールペン借りる、なんだこれおい。いやいや、まあまあ、なんだろうなおい。ラジオネームかぼちゃ、うん、増若翼アーティスト名ミルキーバニー、なんだこれおい。いや、まあ、あれは何なんだろうな、あれでも、うん、ベッキーとかで歌出すときさ、まあ、なんかシャープで音符つけてみたりさ、うんはいはい、アーティスト名つけたりとかするじゃん、うん、あれ何なんだろうな、どカッコつけないのかあれ、まあ、そう違うキャラ付けみたいな格好言いますよね、なんか騙そうとしてんだろ、だから騙そうってわけじゃない、小手先で騙そうとしてんじゃないか、それだって自信があれば全部同じ名前でやればいいじゃないか、それいやでもそのマスクマンでもないんだからさ、まあでもまあ、キャラクターでやった方がさ浸透しやすいとかのもあるんじゃないですかね、はい、そうかねそういうもんかね、どうなんすかね、まさか翼がミルキーバニーで出たらさ、やっぱそれだけでも笑わない、なんかだってさ、ミルキー、じゃあ、ミュージックステーション、ミルキーバニー初登場って言ったらさ、はい、おミルキーバニー、どんなやつだって見たらさ、まさか翼かいってなるとさ、そんとこっちとしては騙された気分になるよ。まさか翼見るためにこれ俺、待ってたのか?18 分みたいなさ、なっちゃうからね。やっぱ、いや、まあ、可愛らしい名前でいいと思いますよ、ね。ミルキーバニー。お前じゃあ、アーティスト見つけるんだったらどうすんだよ、お前。僕ですか。なんかシークレット、うん、なんかファニーボーイ、シークレットファニーボーイ、シークレットファニーボーイいいじゃん、シークレットファニーボーイいいじゃん、お前のことたまにじゃあシークレットファニーボーイって言う、その時はもうアーティストアーティストアーティストで、はい。吉本は吉本、これはもう難しいぞお前。僕別にでも大喜利じゃないからな、別に。ああ、まあそうです、うん、僕はミュージシャンとして、そうアーティスト名付けですね、もう元吉あの昔ね、友坂理恵さんがあの坂友エリーで、はい、ちょみたいな感じでね、はいはい、元吉すんいやそれ勝手にしてよそれだから俺がつけるとしたらね、はいはい、シークレットファニーボーイ、いや僕のですよそれ、僕の2人だった、ラジオネーム GO、 ニコニコ動画プレミアム会員200万人突破記念ニコニコ大感謝祭プレゼント企画、高橋名人と一緒に16連射でスイカを割れる権利1名、園山真紀恵さんに料理を作ってもらえる権利1名、川越達也に料理を採点してもらえる権利1名、なんだこれおい。いいじゃない、結構すごい、すごいですか。すごくね、なんか古くね全部。なんかそのネットで今活躍しようとしてるような方たち。ラジオネーム不要義務。8月18日放送予定 NHKBS プレミアムドラマ人生成り行き天才落語家立川談志ここにあり、立川談志役中山秀幸、なんだこれおい。ああそうなんですか。これはエンジェルあげよう。エンジェルでもエンジェルあげとこう。ヒデさんやんの談志師匠。すごいですね。面白いな。ラジオネームにゃんころもち、市原隼人の名言、勝ったやつが強いんじゃない。勝ったやつが勝ちなんだ。なんだこれおい。それはそうでしょうね。なんだこれおい。でもあんまり言うとまあほら呼び出されると怒られちゃう。いやいや、そんなことないです。ラジオネーム三平。2013年8月7日、押し切り萌え、待望の小説家デビュー。タイトル、朝木夢見し。定価1200円。震えて待て。待たねえよ。誰かチャッカーマン持ってこい。なんだこれおい。いや、ダメですよ。なんでチャッカーマン持っちゃダメです。朝木夢見しみたいなタイトルの小説ってなかったっけな、前。なんか聞いたことあるよな、ありますね。なんでこんなんだろうな、はい、そうか。もっとなんか、
もっと分かりやすいのにやればいいのにな、ね、もうちょっと賢く見せたいんだろうな、小説書くっていうところは時点でね、もうね、キャンキャンの私でいいじゃんな。まあ、うん、なあ、それだと小説じゃなくてなんか暴露本みたいな。ラジオネーム納豆まみれ。秋葉原に新たな萌えビジネス誕生、スクミズ戦車 in 秋葉原。スクール水着を着た女の子2人が洗車をしてくれる。洗車の様子を見るのは車内でも車外でも OK。 お値段30分1万円。マジでなんだこれ、おい。これ本当？あ、はい、ありがとう。ほらやっぱお前のスクール水着好きだな、お前本当に。いい加減しろよ、お前。どういうことか分かってんのか、お前。スクール水着っていうのは学校の生徒さんが着る水着だからな。はい、恐ろしい性癖者がバケモンだろ、お前。いや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 、やめてくれ。何を言ってんの。いいでしょ別に。いいけどさ、実害があるわけじゃないですから。実害に走ったりする人がいるから、たまに気をつけなさいよっていう。いなるべくこの辺の性癖隠した方がいいんじゃない。抑えた方がいいよ、自分の中で。禁煙みたいなもんでさ。あ、やめた方がいいぞ、まあ、いやもう秋葉原ではそう言ってほしい、はい、ラジオネーム白帯。エグザイル巻き台の演技。なんでこれ多いし。いや、怒られるぞ。マチーシャジャンボだろ。いやいや、マチーシャジャンボのこと言ってんのか。ダメです、ダメです。北関東の人たちからもすげえ攻撃来るぞ、お前。怒られるぞ、はい。ラジオネーム、三宅マリオ。トリンドル、ホラン、マギー、ローラ、ドーキンズ、クリスティーン、誰逃れ、リリコ。なんだこれ、おい。リリコはいいでしょ。確かにハーフタレント多すぎるぜ、まあね、今本当に。多いですね。いや本当そうだよ。だから一昔前だったらもうちょっとオタクタレントとか気持ち悪い人が多かったけど、今ハーフタレントたちにこうやってお前らの活躍の場が奪われてると思うとさ、やっぱこれオタク対ハーフ戦争。そこ枠争うところじゃないですから。いや昔だったらもうここにやっぱトリンドル、はい、ホラン、はい、三浦純、ローラ、はい、杉作ジェイ太郎、クリスティーン、それはなあったはずだろ。だって前だったら角八郎、リリコっていう並びだったら、もう今全員がハーフタレントだ。やられてるぞ、お前らの本当にその生きていく場所奪われてるぞ。ハーフタレントたちに。大丈夫かオタク連中よ。立ち上がれ。オタク応援してくれてんのか。叩かれようとしてる。以上なんだこれです。続いてはなんだこれ、おい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。うん、ラジオネーム夜嫌いの夜行性。第36回隅田川花火大会の生放送再放送決定。なんだこれおい。本当だよね。そうですね。あれもう過去の映像流してね。うん、ああそうですね。あれだったな、あれ。高橋英樹さんとか出てて、はいはいはい、あんなはなんか普通さ、あんな雨で中止になった時はさ、はい、他に雨の時用に撮ってる番組とかがあるもんだけどね、うん、普通は、ね、うん、世界の豪華珍品料理みたいな流れるぞ、うん、雨の時って全然あれ流れないな、うん、もうやっぱ途中からやっちゃってた、なんかやったんだろうな、最初やっちゃってたからっていうことなんですかね。なんだ俺とお前らの生放送でもやらせてくれって話だよな。そう、ありがたいな、僕らにやらせてもらえるんだったら、はい、有吉と優しい雨のエクスペンダブルス。それこそ何だこれ多いです。俺たちが悪の組織に戦いを挑むっていう。ああ、敵は獅子、獅子の会さんは仲間だよ、仲間だよ。敵はあれだよ、あれ悪欲、悪役紹介の面々。本当に悪そうだ。ラジオ三平。足立由美がブログにアップしたセミヌード写真に寄せられたコメント。私は足立さんよりかなり年上で、今は若い頃よりもかなり太っていました。人に見せる見せないは別にして、ヌード写真撮っておけばよかったな。なんだこれ。そうだ、コメントの方、コメント、すごいですね、そんなコメント。いやだからね、本当にね、こういう、いや言い方悪いけど、ちょっと電波受け取っちゃった人が送ってくるよ、はい、よくツイッターなんかでも、うん、多いよ最近。夏だからだろうね、夏で、夏休みだからだろうけど、はい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 、私有吉さんに会いに行きますみたいなツイートとか多いわ、もうなんか怖い、もう本当に、もうとにかくあれしてる、あの犬撃退用のスプレー持ってるよ。犬撃退用のスプレー。
リンゴさんの強いやつ、酸っぱいやつ、あれ目に入れてやるから。ああ、まあいい。目に入れてやるよあれ。でスネ思いっきり蹴ってやるから。ラジオネーム三平。ゴシップ系ザゴシップ系週刊誌でよく見かける間違った日本語。アイコニの美女。なんだこれおい。いいだろう、うん、いいですね。いますよ、愛子さん似の美女。愛子さん似の美女ですね。愛嬌、愛嬌がありますからね。愛嬌って言っちゃった。え、愛嬌って言っちゃってもダメだよ。いやいや、愛嬌って最高に。それ言っちゃダメ。あ、ダメですラジオネーム、ラファエロ。アメーバブログ芸能トピックス。アビル、最近購入したものを披露。スザンヌ、食欲止まらず心配に。エビゾー、息子と寝て幸せ。なんだこれ。ひどいなこれ。本当にブログは人気ありますからね。あ、いや怖いわ。そういえば矢作くんバイク事故した。びっくりしたよ。いや、なんかあれなんだ、だから来週ぐらいなんか矢作くんとかもともロケ行くはずだったけど、どうなのかなと思って、腕折っちゃってるしさ、はいはいはい、懸念なっのかなと思ってさ。あ、それからまだ会ってはい、会ってないのよ。めんどくさいな、もうバイク乗っちゃうな。バイク怖いよやっぱり。あ、そうですかね。でもやっぱりあれだったんだな、役もハーレー乗ってたっていうから、やっぱあれなんだろうな、エクスペンダブルズの楽しまってたのかな。出たいんですか。やっぱりな、エクスペンダブルズに出るのとかハーレーぐらい乗るからな。いや、まあ、ちょっと練習してたのかもな。そうやったらまあ分かるんでしょうがないんだよな。ラジオネーム花ちん。アヤマンジャパンのブログのコメント数調べました。8月7日4回更新してコメント数合計7件。8月8日1回更新してコメント数1件。8月9日3回も更新してコメント数合計4件。8月10日2回更新してコメント数0件。お前ら全然ファンいねえじゃねえか。とっととやめちまいな。なんだこれおい。いや、ひどい。ひどい。こんな状態ね。あんなにブレイク人気があったね。あ、そう、ひどいなこれ。毎日ちゃんと更新してんのにな。そう、そうです。それは偉いというかすごいですよね。はい、ね、うん、引きこもるのですよ。ラジオネームかぼちゃ。エグザイルヒロの都市伝説。1分間に100回ピストンできると言われる超超絶腰振りセックス。なんだこれ。おい、年ですでしょ。マジか。1秒60超えてんだもんな。まあでもいけんじゃない。 え、1秒60、1分に60秒で100回だろピストン。まあ1秒に 1.5回ぐらいだろ。いけるでしょ。いや、1分続かないってことなんじゃない。いや、続くよ。え、そのスピードで体力そんま持ちますか。1分だもん。いや、1分ですよ。30秒ぐらいならなんか。いやいや、絶対できる。松崎やってみ、ちょ、童貞のお前が。え、一回ちょっとやってみ、どれぐらい振るか。うん、はい。童貞のお前が腰振ってみ、全力で。うん、いや違う、大きいんだよ一回一回が。もっとこまめに動かす。なんでドスンドスンとなんか奥まで届けみたいな、天まで届けみたいな。いや、もうピストンしたことないからわかんないんですよ。情けな男だな、お前。ヒロに負けてるぞ。そら負けるでしょ。ヒロですよ。ダメだ。ラジオネーム朝方人間。板野友美、前田敦子、船仮説。板野友美、篠田麻里子、船仮説。板野友美、小島春奈、船仮説。なんだこれ。すべての事件に板野が絡むという。すごいね。ラジオの三平。日刊現代の記事より、向井治の同級生が語る中学時代の向井くん。学校中の女子が向井くん目当て。それぐらいモテモテでした。女性教員までうっとりで何かと贔屓していました。男連中のやっかみというか、やっかみとかそういうこともなかったです。レベルが段違いだったから。殺す。
確実に殺す。なんだこれおい。しょうがない。やっかみ、やっかみなかったらしいけど、この人から完全にやっかみ。まあそれぐらいってことですよね。ラジオネーム、ポコピン。ネオヒルズ族、久住厚氏が、とわの夢、絆で歌手デビュー。作詞、久住厚氏。作曲、与沢翼。本人のコメント、必ずトップ10入りしてみせる。なんだこれ俺。なんだろうこれ。いや、何もよくわからないですけど、ね、すごいね。なんか、もうただお金の力で何かをやってるんだろうなっていう匂いだけはするよね。そうですね。ラジオネーム、白帯。何回チャレンジしても、仲間行きで全然抜けない。なんだこれ、おい。努力不足だろ。ゼロすごいよ、バカ。ラジオネーム、ムスカの弟。映画、ワールドウォー Z 試写会。イベントガール、断密。Z 開脚を披露。スペシャルゲスト登場。ゲスト、サイクロン Z。なんだこれ急に人気ないやつ。ラストぐらいにしましょうか。ラジオ三平。ビッグマミーことタレント美奈子の自叙伝、裸の美奈子映画化決定。監督森岡俊之。話題作りと思われるかもしれないけれども感動的なものを作りたい。主演中島智子。今日髪を切りました。美奈子ヘアです。惜しみなく肉体お見せしたいと思います。なんだこれおい。続いてはなんだこれおい。なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい、参りましょう。ラジオネームダッヒー。近所のラーメン屋の壁紙の色紙。夏川淳、猫ひろし、浴びる優。なんだこれ。いやマジでなんだこれおい。いいでしょ。いろんな人が来てるっぽいですね。美味しいんじゃないですか、うん、だけどちょっとなんかグルメっぽくない人たちばっかりではあるよね。夏川淳、猫ひろし、浴びる優。ここに続く人たちは誰かってことだよね。誰だろうな。夏川淳、猫ひろし、浴びる優と来たら、まあ、でもその夏川淳さんからやっぱ有吉さん。お前もいまいちな人間だな本当に。ラジオネームガングリオン。8月10日 NHK 対談番組、エグザイルのアツシと瀬戸内寂聴。健康法から究極の愛まで縦横無尽に語り尽くす。なんだこれ。いすごい番組だな。興味ありますね。へえ、すごい。あの人も元気ね。本当瀬戸内さんね。あ、瀬戸内寂聴とエグザイルの淳だったらどっちが好き？それ瀬戸内寂聴ですか？ああ、なんでなんで？それじゃあ初めてじゃない？女性が勝つの。そうですね。うん。え、じゃああれじゃん。ハゲた坊主のちっちゃい人好きなんだろう、はい、じゃあ高井さんでいいじゃん。いや高井さんもちょっと違うんですけど。高井さん振られ続けた。ラジオネーム三竹マリオ。 K-POP アイドルカラのギュリが、ハラは密かに消せるボールペンを大量買いしていると秘密を暴露。なんだこれ。まあでもそんなもんでね、やっぱアイドルとかってやっぱりさ、イメージ商売の人たちだからさ、暴露トークとかさ、そんなの秘密をとか言ってもさ、やっぱこれぐらいになるよね。まあそうです。ファンも喜びますしね。やっぱそうだろうな。ファンもだからあんまりハードな暴露期待してるわけじゃないでしょ。だいたいね、ちょっと可愛いぐらいがいいんでしょ。だから俺らみたいな本当ゴシップ好きがハードな求めてるだけで、ファンはそれ求めてないんだよね。そうなんだ。有吉 AKB 共和国みたいな番組でなんか暴露みたいなコーナーがあるとイライラしちゃうんだけど。ご自分の番組、冠番組ですよ。だから本当の暴露しろよとか思うんだけど、そういうことじゃないんだよね。求められてるものが違う。まあそういうことなんだね。なるほどね、はい。
ラジオの御嶽マリの、声優イケメンランキング第4位柿原哲也、第3位小野大輔、第2位宮野真守、そして第1位ケン。こいつら誰だよ。何だこれ。いやちょっと失礼だけど、俺もちょっと全然知らない。僕はやっぱ神谷明世代ですから、やっぱそこで止まっちゃってるんですよ、申し訳ないんですけど。あ、でも100歩譲ってラサール石井さんですから、両津勘吉ラサール石井ですから、その辺で止まってんでちょっとわからないです。全部わかりますか、全員皆さんわかりますか。そうですね、あの名前と、うん、あのまあこういう声の人だなとか。そうですね、あのケンさんっていうのは今あのブラザー、ブラザーコンフリクトっていうアニメ、ブラザーコンさん、ブラザーコンさんではのフリーク、ブラザーコンフリークなの。いや違う、ケンさんっていうのはブラザーコンフリークなの。いや違います、違います。ウォンビーロング大好き、ウォンビーロング、まあ好きかもしれないですけど、漫画の声をやってたりする、人気の人ね。まあ結構、まあ今若手で結構あの勢いのある。ちなみに今4人出てきました、柿原哲也、小野大輔、宮野真守、ケンさん、はい、この4人の中でちょっと誰が一番タイプなんですか。宮野真守さんです。そうずっと出るなお前。そうなの、考えてたもんね。面白いね、ファンの人に怒られるなこれ。いや大丈夫ですよ、それは大丈夫ですか、ね、ほんと好きなんだよ、それだけ、はい、ラジオネーム御嶽マリオ、アメーバブログ芸能トピックスより、 AKB 柏木久々のポニーテール、なんだこれ。多いね、でもね、まあアメブロとかだと大体そうなんだよね、その辺のアイドルとか人気あるからそういうトップに来ちゃうけど、AKB の柏木が久々にポニーテールしたら、それも、どうもあれ話題になるんだね。すごいですね。もう髪型さえピンとこないからね、俺全然。もうそれこそ AKB のメンバーとか全然全く興味ないんだろ。もう全くですね。興味がない。嫌いとかじゃない。じゃなくて興味がないんだよな。え、吉本誰なの AKB48 で。うわ、僕髪短い女性が好きなんで、うん、やっぱ篠田麻里子。ああもうでも AKB じゃない。まあそうですね。まあだとして、え、もうまだ、え、もう違うよ、もう卒業した。あ、もう、あ、うん、お前も興味ないんじゃないか。いや嫌いなわけではないですよ。 EXILE で言うと誰が一番好き。まあヒロ。お前もじゃない。エグザイルそっと出てきたから、そういうことなの。いや別にいいけどね。悪くはないよ別に。コンビ揃ってっていう。いやいや違いますもん。違う。ラジオネーム水平リーベー僕の船。森さん中大島のいとこ平山綾。山本関西の兄弟伊勢谷雄介。なんだこれおい。山本関西がまあ伊勢谷友介と兄弟知ってたけど、森さん中大島のいとこ平山綾なんだね。へえ、知らなかったな。へえ、あとなんかないかね、そんなんなかったっけな、あるだろうけどな、いろいろな、なんか隠してるっていうわけじゃない、隠してるわけじゃ別に言うこともねえしっていうのがあるんだろうな。まあ、だそれこそ古田敦也と昔のな、大木ボンドさんっていうのがあるな、なんなんあるもんね、それな。なるほど。ラジオの猫の癖、ウキペディア、三谷幸喜、身体的特徴、身長 174.8cm、手の甲がやや毛深い。なんだこれ、俺誰がこれ出てる。そうなんだった。意外なの、174もあるのか、意外だわ。俺160ぐらいだと思ってた、三谷さんって。そんなイメージで。でかいんだね。でかいっすね。そういう意味では、あの、サンシャインボーイズの、その西村雅彦さんとかも超でけえもんな。あの人実際見たら、あんまり 小柄っぽいけど、でかかったすもんな。あれ、有田さんの身長、俺172。あれ、じゃあ三谷幸喜さんの方がでけえんだ。そのイメージないよね。ないですね。あの松崎の顔のでかさって多分役所広司さんと同じぐらい。ぴったり一緒だと思う。
あの役所広司さんがデスマスク作ってお前にはめたらぴったりで、あのジョジョみたいに呪われた仮面がピタッとついちゃってさ、お前役所広司になれるよ。役所広司の吸血鬼になれるよ。ありがとうございます。顔の大きさが一緒だから。役者の奇妙な冒険が。ジョジョさんって照英著、親子で運動会を勝ちに行く、5つのコツでぐんぐん走れる、親子でやりきる1週間、ガキの運動会に親父がしゃしゃり出るな、なんでこれ俺にこんなもん出してんだ。でも勝ちたい、なんかさ競争しちゃいけないいけないって言って、手つないでゴールしなさいみたいな反面さ、はいはい、小学生の俊足みたいな靴が売れてたりしてな、はいはい、コーナーがうまく回れるような靴があったりとかして、でもやっぱちゃんとやってたね、競争してんだよな、やっぱ小学生とかもな、やっぱ今だよな。うん、でも翔英には教わりたくねえよな、本当に。そうですか。教わりたいよ、あんなやり投げ。タレントというか。あれ、やり投げのやつだ、あいつ。やつというか。野蛮な。野蛮じゃないじゃん。スポーツですから、ちゃんと。はい。ラジオの三平。芸能界、巨根伝説。ネット調べ。羽賀健治、田原俊彦、ホッシャン、ジョイ、ダンテ・カーバー。えなりかずき、いざむ。待て待て待て、えなりは童貞でいざむは岡場だろう、なんだこれ。情報古いわ。えなりくんはやりちんで、いざむさんは男です。やりちんらしいですけど。ラストぐらいしましょうか、ラジオのダイエットは明日から。DV をする早乙女太一、結婚。不倫をする石田純一、結婚。しょうもないデンジャラス、結婚。わがまま男、ビビる大木、結婚。俺と有吉、未婚。なんだこれ。やめろ。ブレイク。続いてはなんだこれおい。なんだこれおいと叫びたくなることを募集しております、はい、文章の最後はなんだこれおいで締めるのはルールです。はい、参りましょう。ラジオネームスナックジュンジュン。日曜10時から放送のラジオ、チャゲ、ラジオ、チャゲの音道、オープニングトークより。リスナー、チャゲさんは、ボディーソープ派ですか？石鹸派ですか？チャゲ。僕はボディーソープ派ですね。2プッシュ半ぐらいかな。なんだこれおい。いや、チャゲさんにそれ聞く。すごい質問しますね。さすがね、チャゲさんもドスッと構えてるよね。ちょっと答えてくれるんですね。ちゃんと答えてる。やっぱこうなりたいよね。こうあるべきだね、本当にラジオっていうのは。なるほど、はい、やっぱりゲスナーからもこういう質問を送ってきてくれれば。ラジオのケケ、半沢直樹の倍返しまんじゅうが TBS より発売。その実倍返しと刻印されただけのただのおまんじゅう。ドラマ内にとどまらず現実でもお金を求めすぎ。なんだこれおい。見た見た、今日はな、倍返しまんじゅう。おお、超本当にただそれだけ。倍返し、倍返しって書いてある。茶色いおまんじゅう。グッズそういう、まあそういうもんからね。すげえ売れてんだってな。でもな、今日ありますよ、だからもうちょっとしたら。はい、ね、ちょうど10時25分延長スペシャルみたいな。おで、ちょうどよって有吉反省会とかぶんなくて、あんなもんお前、半沢直樹とお前有吉反省会かぶったら、有吉反省会なんて視聴率 1% だ。いやいやいや、そんなことないと思いますけど。面白いですね。今日もやっておりますので、ぜひぜひ。ラジオのケケ、2007年世界陸上、パウエルとゲイ、どちらが勝つと思いますかと振られた際の織田裕二の名言。僕はゲイです、絶対ゲイです。公共の電波を使って遊ぶな。なんだこれおい。僕はゲイです。いや、織田さん、違う違う、そういうつもりじゃないんですよ。これ狙ったんですかね。すごい発言ですね。だってタイソンゲイはでも確かにゲイって呼ばれてるからね、まあ、タイソンって呼ばないからね。あ、アサハ・パウエルはアサハって呼ばないもんね、パウエルだもんね。まあそうですね。ということはパウエルとゲイでいいんだよ。はいはい、小田さん、どっちが勝ちますか、パウエルとゲイ。
ゲイです。僕ゲイです。いや、言い方がな。ラジオのチックタック。板野友美、なぜ卒業するのかという質問に、時が来たから。お前橋本真也か。なんだこれ。なんかプロレスラーと。そうですね。板野はだから橋本選手だったんですね。なるほど、ね、これは時が来たからこれかっこいい、これダサくね。いや、いやそうですかね、うん、なぜ卒業するんですかって言われた時にさ、なんかピシッと決め台詞言うのってさ嫌、うん、じゃない。なんかキャンディーズってさ、普通のおばさんになりたいか、普通の女の子になりたいとかってさ、なんかそのあんまりひねった感じしないじゃん、はいはい、本心が、ね、はい、本心であんまり綺麗事で言ってない感じするじゃん。伊丹さん、なぜ卒業するんですか。時が来たから。え。いや、まあ、いやいや、確かにちょっと決めすぎかなっていうのは、だってさ、そうこう思ってるんだとしたらさ、いやまあそういう時期なのかもしれませんねとか、もうそろそろこう、あ、もう世代交代の時期なんですよね、はい、とか言う、時が来たから。え、魔法使いなの。なぜ帰っちゃうの。時が来たから。ダサくない。いや、まあ印象に残るようなことを多分言おうっていう、なんか考えたんだと思います。総選挙の時のコメントみたいな感じで、まあそうなっちゃったのか、ね、若いね。ラジオネームチェーンギャング、ハルク・ホーガン、腕相撲でカナダ・トロントの市長と対決、そしてホーガン惨敗、なんだこれ。おい。ええホーガンもう今弱りきってんのよ。そうなんですか。あの奥さんとの離婚で全財産持っていかれたの。残ったもん何か知ってる。ハーレーダビッドソン。最初の方に映りそうな。財産持っていかれてハーレーだけ奥さんがいらねっつったんだろうね。ホーガン、お前ハーレー1台持ってお前アメリカ中放浪してたの。お前アメリカの離婚のシステム。ラジオネーム三平、中島智子の新ブログ、ビューティフルライフより抜粋、わての勝手な持論どすが、断蜜班のことを好きな人は学生時代おそらくモテなかったんじゃないかと思いますね。根拠は感度数、ブスがドスドスうるせえぞ。裸の美奈子と芋でも食ってろ。なんだこれおい。どうすんだろうな中島さんって。な、早いよね復帰してからのおっぱい出すスピード。 あら、ちょっと緊急速報ですね。ラジオネーム抜き抜き大王 FM 宮崎、有吉さん、ついに今加山谷村がサライを歌い始めています。お、入念なリハーサルのおかげで素晴らしい歌声です。よかったです ね、 そうですね。まだ武道館を終えたら駆けつけてくれるかもしれない。ラジオネームチェインギャング、実写版ルパン三世、峰不二子役が決まらない、当初の予定では沢尻エリカ、本人が拒否、次の候補は仲里依紗、仲出し結婚のため失敗、他の候補に藤原紀香、深田恭子、長澤まさみ、つうかそもそもルパン役誰なんだよ。なんだこれおい。ルパンは誰だ、元冬木さんでしょうよ。いや、そう、いや実写版ルパンの元冬木さんしかいないでしょ。まあでも、まあ、元冬木さんで、あの米米コル、あの次元、はい、次元はコムコムクラブのあのジェームス・オノダさんの。あ、確かに。いや、でも言ってますけど、石川越もあれでしょう、もうあの藤岡弘さんでいいでしょう。で、峰不二子も浅岡育児さんで。いや、もう決まってるの。世代がちょっともうアクションできない。なんかお茶飲んで。以上です。なんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい、はい、ラジオの三平、老け倒したドスケベ女子高生こと米倉涼子38歳、ジュエリー業界が選ぶ第1回ウーマンオブザイヤー授賞式でダイヤモンドの思い出を語る、
20代の中盤こんな高い買い物をしていいのかなと思いながら、清水の舞台から飛び降りる気持ちでピアスを購入しました。いや清水じゃなくて清水な、女子中学生からやり直せエロババア、なんだこれおいこれは出ちゃいましたね。これ本当に言ったんじゃないですか、言ったんじゃないですか、これは今ってことは、まあいいや。いやこれ危ね危ね危ね、怖いですよ。清水の舞台を清水の舞台って言っちゃったんですから、これはダメですよね。小雪さんのあれですよね、え日食見ましたか、はい見ましたっていうやつね。えいや明日ですけどみたいな。あ、そうだったんですか。ですよね、なんかありましたよね、日食見ましたみたいな。気をつけなきゃダメですね、こういうことね。特に女優なんかやってる人たちは気をつけない、イメージがありますからね。ラジオの三平、酒井典子42歳、映画うつせみの森で失踪中の妻役に大抜擢、変な薬持って森の中逃げ込んだってか、ドキュメンタリーじゃねえか、なんだこれおい。やめなさい。怖い怖い。ラジオの三平、藤本美貴、旧友の松浦綾とカラオケ、ブログにツーショット写真を掲載。ちょっといい話っぽいけど一応言っとくね、興味ねえし賞味期限過ぎてるし。なんだこれおい、やめなさいよ。大丈夫だよ、まだ全然大丈夫ですよ。逆にこっから賞味期限っていう人いっぱいいますから、何言ってんですか。こっから美味しくなるの。大丈夫さんて、楽しんごが経営する焼肉店おいしんご、開店からわずか3ヶ月で閉店。閉店の理由は肉の値段を安く設定しすぎて客が来れば来るほど赤字になるシステムだったから。おかまのままごとか。なんだこれおい。マジか、すげえな。すごいですね。あれなんかどっかで見たな、そのひどいな。やったらお前らも焼肉屋とか儲かるんですか。うん、うん、お店の名前考えようよ。これどう、焼肉トップリード。うわこのままストレート。びっくりした。いやもう俺はお昼に照準合わせてから。いやいやいや、もうすでにな。でもっと8位とかね、あの、まあ、それこそ残念、なんかそういうマイナスのあれなのかなと思ったんですけど。あ、羊の肉出しましょうか。羊の肉出すか。あ、なんか今度羊やって。でもそれじゃあさ、ジンギスカン屋みたいになっちゃうからさ、やっぱりあれ出した方がいいんだよね。牛の肉。いや別にジンギスカン屋になってもいいでしょ、別に。ジンギスカン屋にしましょうよ。北海道出身ですから我々。ラジオネームマミン。近所の図書館で須藤元気の著書やりたいことをすべてやる方法を借りようとしたら予約待ちが47人もいました。へえ、なんだこれおい。おー、そうなんだ。へえ、今なんかあれしてるな、あの変な踊りしやってますね、ばっかりやってんな。もう戦うことやめて。僕結構あれ好きですでもね、戦うことやめてダンスばっかりして。いや結構好きですよあのダンス。僕はあのダンス結構好きですよ。戦うことはやめたのかな。戦うことはやめたんじゃないですか。うん、そうか、あのダンス好きですけどね。俺は戦い続けたいね。ラジオネームハイジニーナ。これハイジニーナってわかる。はい、ハイジニーナ、女性が陰謀全部剃ることね。ハイジニーナ、そうなんですか。ラジオネームハイジニーナ。ラジオネームにすんなよじゃあ。すげえ、初めて聞きました。 AV 監督、あのもう海外セレブたちはみんなハイジニーナだから。清潔になるから一番あれが。アンジェリーナ・ジョリーも。アンジェリーナ・ジョリー、ジョリジョリジョリしてそうだけど。普通だから。すげえな、お昼に合ってるな。照準が。AV 監督を務めた中島智子が自身の性感帯を聞かれ、比較的背中を触られるとテンションが上がります、彼はいいよっていうぐらい背中を攻めてくれますねと赤裸々に告白したそう。なんだこれ。いやもうどこへ突き進むんだろうな中島さんは。すごいな。本当に、いや本当そうだぜ。あ、会いました。いやまだ会ってないですね。なかなか会わないでしょ、だって番組。そうですよね。
そうそう、有吉反省会来てくんねえかな。あるんじゃないですか。でも家賃滞納を反省します。今さら今そこじゃないでしょ。反省会出るとしたらそこじゃないでしょ。そこじゃねえ。反省するところあるでしょ。ラジオネーム、リアルゲスナー1号2号。仙台電力ホールで開催される公演、10月15日サンドウィッチマンさん、チケット4500円で完売。わーすごい。9月19日、福田光平さん演歌歌手、チケット4000円で完売。9月5日、脚本主演キングコング西野、ドーナツ博士とゴーゴーピクニック、チケット6500円で売れず、3000円に値下げしても売れ残り。なんだこれ、おめえ。ほっとチケット値下げするの屈辱的だろな。ほんとは6000ってすごいですね。ああ、まあ結構じゃあ大掛かりななんか芝居だったんですかね。そうじゃない。それ3000円にして大丈夫なんですかね。なあ、8月30日時点で売れてないって、9月5日なのに。うわー、すごいね、西野。なんて言ったらいいんですかね。まあ、うん、まあでもお前らと同じ穴のムジナで、キングオブコント決勝行ってないんだから、まあ出てもないだろうけど。そうですね、うん、同じ穴のムジナだよ。僕らはでも準決勝まで行ってますからね。いや、準決勝行ったっつってもさ、準決勝ならあんなの誰でも行けんだろう。だっていっぱいいたぞ、うじゃうじゃ。いやそんなことないですよ、うじゃうじゃいて、まあ、準決勝残って70組ですよ、うん、お前もみたいな。え、お前も、え、俺もその勘違いなんですか。病気みたいな、そんな。共同のドブガエル、サエコのブログを1週間監視した。初日美容ドリンク、次の日日焼けケア、次の日美顔器、次の日サプリ、次の日入浴剤、全て最後にサイト貼っときますねと。この金の稼ぎ方なんだこれ。このなぜかまだやってんじゃねえだろうな。やめなさい。触りにくいのまた。ラストぐらいかな。ラジオの不要義務、稀勢の里インドネシアから帰国。お土産として 250g1 万円のコーヒーを購入。お前この番組のコーナー何週か休場しといて何やってんだ。ノベルティーよこせ。なんだこれおいって。以上です。なんだこれおいのコーナーでございます、はい。なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで、締めるのがルールです。はい。ラジオネーム、ワーギナーマイク、五輪開催地決定特別番組テレビ各局の女性ゲスト、テレ朝田中雅美銅メダリスト、NHK 有森裕子銀メダリスト、日テレ吉田沙織金メダリスト、TBS 鈴木奈々読者モデル。なんでこれ。嘘。まあ一緒いたかなって思っちゃうよ。これね、この日のね、午前中昼ぐらいね、鈴木奈々と一緒に仕事してて、私今日ちょっと夜遅くまで仕事あるんですよって言うから、何の仕事って言ったら、オリンピックの開催地が決まるじゃないですか、あれのゲストです。お前関係ねえよ。すごいキャスティングだったな。なんであんなバカをそんな大事な時に呼んでんだって。まあまあまあ。まあ、いたとは思いますけど。俺の方がいいだろう、じゃあ。俺呼んでほしかったよ。俺、だって、金メダルギャグ持ってんだから。え？どういうことですか？月火水木金メダルっていう、これも流行ってるやつ。今このラジオで初めて、ね、流行ってるやつ初めて聞いた。流行ってるんですか？あ、メール来てた。ラジオネームペロリンチョ。え？2020年東京オリンピックの年の流行語大賞は月火水木金メダルで決まりです。あれって受賞コメント考えといて。ほら流行ってるから。本当だ。だとしたら今からやるってすごいですね。そうで、今からやっちゃうと本当一発屋みたいになっちゃうから、2019年。なるほどなるほどなるほど。2019年あたり、1年前あたりぐらいから出てくるよ、俺の月火水木金メダル。その頃はもう結構おじさんだし、もっと面白くなってる。45ぐらいで、おじさんが頑張ってる感じに出てきて。どうしたって言われますよ、それ。急にそんなのやりましたね。ラジオネームカン君、今週のホコタテ、
大島優子が作ったナスをナス嫌いな京本政樹は食べてナス嫌いを克服できるのか。あのな、大島優子が作ろうとナスはナスなんだよ、食えるわけねえだろ。なんだこれ、おい。すごく真っ当な。そんなあったんだ、すごいな。すごいな。ほこたでもそんなに強烈な対決がやっぱりないからな。それたまにこんなも入ってくる。クレーン車みたいな面白いですもんね。これ AV とかでありそうだな。尺八が嫌いな。尺八嫌いな京本政樹は。いや、京本政樹は AV にならないで。AV に出ないで。尺八嫌いな京本政樹は、有吉の物を尺八。いや、嫌いとかじゃない。そして俺はエレクトするんだよ。いっぱい乗っかっちゃった。一個でいいのに。なんで男がやるの？三平。辻のぞみがアメブロのアファリエイト広告、アフィリエイト広告だけで稼ぎ出す推定月収512万1723円。ふざけんなクソ野郎、有吉しか使ってねえヤフーブログに引っ越して収入激減しろ。あとだ、旦那浮気してるぞ。なんだこれ、おい。余計なさ。512万、推定だ。そんな稼げるの？でもこれ推定ってやつはやっぱりどうやって出してるか分かんないからね。俺だって5億円稼いでる。そうですね。これ鵜呑みには俺はしないけど、うん、もしもらってんだとしたら憎たらしいな。大丈夫。っていうのがこうやっぱネットニュースの悪いところでしょうね。ああ、俺もそう思っちゃう。自分が言われてると嘘だって分かってる人のことになると急にやっぱり信じて、やっぱこれ、うん、なるほどね、嫉妬しちゃうもん、うん、やっぱそうなんだと思っちゃう、思っちゃう。ラジオネーム三平、アマゾンで SM 関連の学術書を購入した際、この商品を買った人はこんな商品もチェックしていますとおすすめされた本のタイトル、うん、一人でできるもん、男の子のためのアナニー入門、絶対買うわ。なんだこれ。うわー、すごい。男の子のためのアナニー入門。アナニー。いいですね。でもアナニー覚えると、うん、もうやめらんないって言いますよね。って言うよね。よく聞くよね。アナニーしちゃダメだってな。ね、アナニー。アナパン。何言ってんすか。ラジオネーム不要義務。京都大学が世界で初めてイルカの無声の撮影に成功。あの年齢の歌手で無声ってすごいんだ。違う。なんか興奮するなぁ。なんだこれ、おい。イルカさんとそう。性別がもうおかしいでしょ。想像しちゃったな。新妻でもそれイルカさんのニュース気になるんじゃない。イルカさんカットしてるから、イルカさんの髪型真似してるじゃん。そうですね、イルカさんカットって言ってはきっと待ってますからね。無声だってイルカさん、やっぱあのなんですか、オーバーオールみたいなのがちょっと濡れるイメージを今しましたね。いいな、あれやっぱ生地厚いから、それがやっぱちょっと、いや何言ってんの、見てて染みてんなって分かるけど、ちょっと相当、ね、相当量出てるから興奮するな、興奮しますね、怖い怖い、名残汁、名残汁って名残汁って何、名残汁、えオーバーオールから名残汁にしましょう。アホアホ、東京スカイツリーは中国語でトンチンチンコンターと言うらしい。嘘、絞れたじゃねえか。なんだこれ、おい。本当かな。でも東京ってトンチンだもんな、多分。ああそうですね、まあ南京みたいなのあるから、はい、トンチン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 チンコンタ ン, ン, タ, ンターはタワーだろうな、うん、みたいな感じ。スカイか、空の塔みたいなことですか。うん、トンチンチンコタ、トンチンチン、トンチンチンコンタ。東京スカイツリー、うん、東京スカイツリーは中国語でトンチンチンコンター。そんなはっきり。いや、なんで今花火あった、汚ねんだよな、なんだよ、隅田川だったから。なんで花火あった。いや、俺とみんな東京タワー頭に浮かべてるから、うん、そこに花火を添えてやったんだろう。あ、ありがとうございます。それがラジオっていうのはそういうやっぱり想像のメディアですから。そうだそう。
ラジオネーム共同のドブガエル。大相撲秋場所の新弟子検査、受験者が一人だけ。このラジオ全然影響力ないな。なんだこれ、おい。まあ、相撲相撲つってますけど、稀勢の里のコーナーやったりね、相撲人気はもう全然盛り上がってないですよ。これやっぱりオリンピック競技にやっぱ相撲入れちゃダメなのかね、東京オリンピックで。いいんじゃないですかなあ。いやでもだってモンゴルだよ、訓練してる人がいない。モンゴルそのなめだよ。いやモンゴルだ、モンゴルだよ。もうえあれでも プロって出るもんなんですかね。いやでもプロ出るじゃん、あれなんかよ、めちゃくちゃじゃない。テニスとか平気でプロ出てない。あでも野球とかもそうです。野球も、うん、ああずるいよな。それはいいのか、うんうん、いいじゃないですか、相撲。相撲やってほしいよな、うん、まあでもただの大相撲になるだけだけど。そうなんですよ、いつも見てるやつ。他の国でやってるものないから、相撲。赤穂金メダル、赤穂金メダル。全然確かにそうですね、出そうね、うん、確かにそうだな。金メダル、今まで生きてきた中で超ラジオ。無理やりオリンピックモードでしょ。ラジオネーム海坊主。昨日放送された有吉弘行の夏休み密着100時間で、アルコ&ピースが発言している時間測ってみました。結果平子25秒、酒井0秒。なんだこれ、おい。やれーなー。いやしょうがないです、あの喋れるわけないんですから。すごいメンバーがいましたね。そうですね、酒井ちゃんずっとカメラ回したもんな。ゆるゆるの番組。楽しそうでしたけどね、すごくね。まあ一生に一度こんな時があってもいいでしょっていうね、一回ぐらい。あれでもすごいな。ラスト、終わりにしましょうか。はい、はい、なんだこれおい、いきます。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい、参りましょう。ラジオネーム希望の船 FM 岡山。トースポウェブにて激にマット界のバレンティンが祝福弾という見出しで、先日55本塁打で日本記録に並んだヤクルトバレンティン選手に似ていると話題のアジャコング兄貴を取材。三流記者がバレンティンとしてアジャ兄貴にインタビューするという茶番にも絶妙なノリツッコミで返し、最後にはバレンティンのユニフォームを着てバットを構えるポーズで写真撮影。エリカちゃんいい人すぎるだろう。なんだこれおい。なん最後本名言ったの。似てっかな。まあなんとなく似てるっちゃ似てるけど。これしょうもない記事だな。アジャさんかわいそうだな。かわいそうですね。ラジオネームまさきち。四季の川が9月場所から桃地桜五郎丸に改名しました。しこ名の由来は大ファンであるベリーズコーナーを嗣永桃子さんの愛称桃地にちなんで親方がつけたそうです。なんだこれおい、すげえすげえ、これは本当になんだこれだ。いやこれすげえな。お前好きだろっつって。そうだよ、四季の川関が桃地桜五郎丸。すげえな。ってことはしこ名は桃地桜、桃地桜じゃない。うわ、どんな字、漢字も出てます。漢字出てる、あの桃、花の桃に、うん、あのあれ知恵の知、知知る、うん、はい、あ、はい、知識、あのあっちじゃない、あの知恵の悟るの方、悟るの方、はい、うん、はいはい、で桜で桃地桜。どのくらいの番付なんだろう。なあそれわかんないけどな。でもこれ R は追加で。おいデブ、はい、てめえ36歳じゃねえか。アイドル追っかけて暇あったらとっとと引退しろ。すいません言い過ぎました、許してにゃん。上手、これあげとこうかな。パン、いい情報だったね。すごいですね、すげえな。ラジオネーム需要もないのに勝手に供給。風俗嬢のブログより。やっぱり結婚相手は風俗に来ない男性がいいですね。え？お前らとどうやって出会うの？風俗行くしかないじゃん。でもそれじゃ候補から外れるじゃん。なんだこれおい。素晴らしいですよね、この方。合うんだよな、だから。そうですね。そうだよ。どうやって合うんだろうな、でも。
でも面白いな。面白いな。あげとこうか。パン。お、うん。ラジオネームダヒ。横浜 DNA。おもてなしチケット発売。うわ。価格20万2020円。は？おめえらおもてなししといてボロ負けすんだろ。なんだこれおい。え？それはどういう、すげえいい席ってことなんですかね。それともなんか他になのかな。なんかあるんじゃない、いろいろついてんじゃない。全然これでは全貌がわかんないけど、うん、年間シートとかなのかな。よくわかんないけどな。うん、早いね。でも早い動きは見せるのいいね。うん、そうですね。すぐ乗っかった方がいいもんね、こういうところってね。うん、今のなんかあれじゃん、安い旅行 HIS とかさ、倍返しキャンペーンやってるじゃん。あれいいよね。馬鹿らしいけどやっぱり結構今ポイント倍返しみたいなのありますね。あれいいよね。馬鹿らしくてもやっぱああいうの早く絡んどくべきよ。あれいいよ。ラジオの三平。1年前にロンハーでバレンタイン婚を発表した国生さゆり、関西ローカル番組ハピクルで離婚を発表。すれ違いの生活が続いてるうちに心もすれ違ってしまいました。まあ私らしっちゃ私らしいんですけどね。お前らしさとか知らねえし。なんだこれおい。いやそんな怒ることでもないラブラブだったけどね。やっぱ結婚前に異様にラブラブな人ってやっぱ冷めるのも早いよね。あれ熱しやすく冷めやすいですね、タイプに見えるね。うん、国生さんこれ2回目の離婚ですよ。あ、うん、そうなんですね。ラジオに味噌塗りランドセル。僕は毎日が不安でテレビをつけながらでないと眠れないのですが、今日の朝テレビから聞こえる騒音で目が覚めたら、僕らの時代という番組で、うん、清水美智子、野沢直子、小川夏実が汚い声で下ネタをギャーギャー騒いでいるという最悪の目覚めを経験しました。僕はとっさにチャンネルを所さんのメガテンに変え、なんとか倒れることなく無事に朝を迎えられました。お前らの貧乳の話なんか朝っぱらか聞きたくねえんだよ。黙って一生漏らし続けてろ。うるせえから次からテレビに出るときはスリッパを口にくわえてジェスチャーでやり取りしとけよ。もう怖いので僕は二度とテレビをつけっぱなしで寝ません。なんだこれおい。あ、怖かったんだね。同情しますよ。優しいな。ねえ、どうしようかな。もう一枚ぐらい行こうかな。じゃあね、はい、ラジオのペケミニ。はい、有吉さん、ローラの陰謀に寄生する不自然な二重二重のケジラミこと水沢アリーちゃんがエビアンの新ペットボトル発表会に出席し、彼氏の存在を聞かれこんなことを言っていました。いないんだよね。でも今はお仕事が楽しいから、作るんなら仕事の合間に呼んですぐに会えるような都合のいい彼氏がいいな。でもフリーターは嫌だよ。こっちから願い下げだバーカ。デリヘル嬢だったとしてもチェンジ食らいまくりそうな激ブスが第二のローラとか言われて調子こいてるみてえだけどな。世間はお前のことをな、森泉がひり出したビチグソぐらいにしか思ってねえからよく覚えとけこの野郎。礼儀を知らねえブスはただのブス。合に言っては合に従えねえんなら国帰れ。なんだこれおい。お怒りです。言い過ぎです。ビチグソ久しぶりに来ましたね。続いてはね、なんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。ラジオネーム三平。今年いっぱいでパフォーマーを引退するエグザイルヒロさん44歳のラストライブで、関係者席に座っていた有名人、上戸彩、ベッキー、泉ピン子、橋田須賀子、無関係のババアが関係者席に座るな。どうせならえなり主演でエグザイルヒロ物語ってドラマ作れ。なんだこれおい。ピン子と須賀子いたのマジかよ。なんだすごい、なんだよ本当に。ピン子ってでもあれなんだよね、 A ちゃん好きだったよね。 A ちゃんの熱烈なファンだった。あ、そうなんすね。あ、好きなんだ。好きなんだ、ね、ラジオネームダッヒ。TBS オールスター感謝祭、クイズで正解していき、勘で早押しして正解したら賞金20万。こっちは1ヶ月汗水垂らしてその金額なんだよ。なんだこれおい。ね、それ言い始めちゃうね。そうですよね。画面がバンバンね。ラジオネームフォーカスゴールド。
加藤茶の妻綾菜がプロデュースするアクセサリーブランド PE、 ローマ字読みでペ。おなんだこれ、おい、おすごい連想させない方がいいと思うけどねペをね、なんだろうね、ペなんだ、なんだな。ラジオネームゴモラ、今週の雑誌ブブカの表紙の写真、御年48歳山本正投手、おっさんじゃねえかよ週刊ベースボールかと思ったなんだこれ、おいそら思うわ、ブブカの表紙山本正投さん、すごいなブブカな、ブブカ読まなくなったな最近、全然なんかちょっと変わりましたもんね、アイドル雑誌になってきたからね、はいはい、あんま読まなくなった。ラジオネーム三平、二度と六本木に行けなくなった市川海老蔵さん、自身のクソブログで尾上松也との前田敦子の交際についてちゃちゃを入れる、松也があっちゃんと付き合ってるの知らなかったよん、ちなみにこの間楽屋に来た時は僕の記憶が確かなら違う人と来たような、なんておい、てめえボコるぞ文章がつまんなすぎてジョークなのかマジなのか全然わかんねえんだよ何がカッコ笑いだよ、本当に誰も笑ってねえっつんだよこのボコられ上手なんだこれ、おいボコられる、怒られるぞお前ラジオ三平、芸能界一のポコチンヘッド一茶さん、AKB 増田由香さんとの不倫騒動以来1年ぶりにブログを更新、初心を思い出して一から出直し、これから自分にしかできないことを全うし、メンバーみんなと力を合わせて精進していくのでよろしくお願いします。自分にしかできないことってどうせド派手なセックスだろうが、嘘くせえ初心証明どうでもいいからチンコ切れ、なんだこれめちゃくちゃ言うな、あのことないです頑張ってますよ、ね、ラジオの需要もないのに勝手にこう供給、ネットに書き込まれた風俗嬢への愚痴出た、あの女手こきしかしてくれねえ、おまけに客の前で一服、タバコ吸うよりチンポ吸え元風俗店員のブログ、まあとりあえず風俗嬢たるものチンポは舐めても仕事は舐めるなと言いたいですね、チンポすら舐めてもらえないお客さんがかわいそうだろう、なんだこれ、おいしい、いやあんたも読むなよ、もうどっから拾ってきてんだよ、どこで、すごいな、なんで検索したらそれも言うのもお疲れ様です、ねラジオネームたまたまチンポ、東原亜希9月18日のブログより、お久しぶりです、なんか運転してたら2台前で事故が起きてちょっとショックでしばしぼーっとしておりました、事故した車同士は左に避けたのでその後大事には至らずでしたが、車間距離取ってて本当に良かった、明日は我が身、気が引き締まります、怖い怖い怖い、相変わらずデスブログ健在じゃねえか、頼むからブログ更新せず家でじっとしててくれ、明日は我が身ってこっちのセリフだわ俺はいつお前に会うか心配で家から出れねえし働きにも行けない、どうしてくれるんだ、なんだこれ以上続いてはなんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています、文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです、はい、ラジオネーム暴走三輪車、はい、真鍋かおりがテレビ番組で年齢詐称を告白、デビュー当時事務所が大学1年生であることをしたかったため、はい、誕生日を5月31日から3月31日にし10ヶ月だけサバを読んでいたとのこと、おいおい顔が中途半端ならやることも中途半端だな、夏川淳先輩を見てみろ、こっちは3歳もサバ読んでたんだぞどうせならこれぐらいのことやって有吉さんに一生いじられろ、なんだこれおい真鍋がそれでもごまかしてんのってもう何回も言ってっから昔から知ってっけどね、ああもう有名な、真鍋も自分でも何年も前から言ってるけどね、今さら何から番組でやったのかな、それでまた取り上げられたのかな、そうですね、そういうことなんですね、もう真鍋が年ごまかそうがもう何でもいいだろう、もうギャグだもんな、まあまあそうですね、ラジオネーム
あ、ちょっと今なんかかばいすぎたな。え、はい、大丈夫です。あんまりほら女性かばいすぎるとまた熱愛報道出ちゃうから、ね、今のちょっとかばいすぎたな。敏感だな。やばい、まだまだハワイ付き合ってんのバレるかな。自作自演じゃない。全部提供してくれてますからね、今有吉さんね。今の健康犯だ。いや、言わなきゃスムーでした今。次行ってましたわ、ね、自作自演健康犯だ。してるでしょそれ、自作自演。ラジオネーム、まるでゲリータ、はい、新土曜ドラマハニートラップ主演、うん、エグザイルアキラ。なんだこれ。おい、早っ。いいじゃねえかよ。別に町医者ジャンボもねやってたし、はい、牧田さんですか。うん、いいじゃん。アキラって本名何なんだろうね。なんでしょうね、下の名前はそのままなんですかね。牧大はなんか牧大輔みたいなんだっけ。そんなんだよね、多分ね。大輔でしたよね。牧原ひろみじゃないよね。違いますね。それはもう、ね、巨人のね。それま、ね。それは牧原って呼ばれるもんね。そうですね。完全じゃない。やってます。ラジオネーム、ダッヒ、はい。広島対中日戦終了後、はい、広島前田さんの引退セレモニーで、うん、熊本工業の後輩、中日荒木が花束を贈呈した時の中日高木監督の発言。うん、俺も辞めるのに俺には花束はないんかとおどけてみせた。あ、中日を12年ぶりに B クラスに転落させといて何言ってんだ。なんだこれ。おい、相当怒ってますけど、ドラゴンズファンの方のね、メッセージとして頑張ってほしいな今回。俺も前田さんの引退にはさすがに泣いたな。あ、泣きましたか。泣く、もうたまんないね、やっぱり一筋ですもんね。あのやっぱ前田選手とか、あと巨人でいうと俺嫌いなアンチ巨人だけどさ、やっぱりあの巨人の吉村さん、ああ佐田さんがさ、はい、あれだけのスラッガーがさ、やっぱりアキレス腱やって苦労してたの見ると俺もうダメだな。あ、やべ、付き合ってると思う。吉村さんと噂が出る。ラジオネーム不要義務、はい、ファンタジスタ桜田、自身の子供についてやりまんになってほしいけどアヤマンジャパンには入れません。どうも奥さん、ご予約よろしいでしょうか。10年後お迎えに上がらせていただきますね。なんだこれ。おい、何を言ってんだよ。わけわかんないよ。ラジオネームピープルピープル、はい、俳優高橋秀樹と長女でフリーアナウンサーの高橋マーサがテレビ朝日系特番歌い継がれる昭和歌謡、この10年で最も歌われたカラオケランキングベスト20で初めて親子で司会を行った。うんうん、家でやれ。なんだこれ。家でやれよ。何だろ別に。家でやれだからいい。いいだろ別に。人同士ですからね、親子で。面白いね。ラジオネームチェーン、この前一緒にあの番組始めたから、はいはいはい、一緒にこの前ちょっと初めて初回だとかアルコ&ピースと高橋真麻とかちょっと打ち上げしてたんだけど、そこでの話しようかなと思ったけど、またそれは高橋真麻にあの交際報道ができないからやめとこう。女性の話全くできなくなっちゃいますね。うん、以上です。続いては、はい、なんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。うん、文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はいはい、お願いいたしますね。はい、あ、でもニュースこれもやっといてよかったけどね。リアム・ギャラガーが犬をめぐって別居中の妻と真剣争いす。すごいですねこれね。またリアムが揉めてるっていう。まあこれは、ね、いつものことですから、はい、こうなりますか。なんだこれおいですね。はい、ラジオネームダッヒ、横浜 DeNA 小池選手引退試合、小池選手は2本のホームランを放ち、引退セレモニーではかっこ悪いパパだったけど最後はかっこいいパパになれましたと感動のスピーチ。同じ日西武ライオンズ石井和久投手の引退セレモニーもセグウェイでグランドを一周。なんだこれ、おい。それやったんですね、セグウェイの。やりましたね。変わり者ですよね、相変わらず。いや、こういう人はね、だって。そうですよね。野村監督曰く宇宙人とか言われた人でしょ、だってこの人たちは。
いいよ、ね、面白いです、ね、石井和久もさ、でもこれなんかデビュー当時のあのしなやかな大きなカーブ投げてる頃って痩せててさ、はいはいはい、すげえ痩せてたけど、もうアメリカから帰ってきたらと思うブッブッなったの、なんかそれでも抑えてましたからね、抑えたけどね、すごかったですよ、ね、やっぱアメリカ行くとあんな体になるのかな、みんなすごいな、食文化がそうなっちゃうじゃないですか、大魔神とかもそうだろうな、そうです、まあ、大魔神も横浜いた頃もでかかったんかね、いやでもめちゃアメリカ行ってからでしょ、やっぱハンバーグって怖いね。それだけじゃないですけど、ね。ラジオネームダヒ、はい。さんまのまんまのゲスト。10月12日、中島智子。10月19日、酒井のり子。犯罪集しかしねえじゃねえか。なんだこれ。攻めた人選ですね。でもこれやっぱさんまさん以外じゃさばききれないでしょうね、ちょっと難しいと思いますよ、すごいキャスティングですね、ラジオネーム三平、はい、先日放送されたハモネプでハロプロチームのリードボーカルを務めたももちに対して審査員の武田鉄矢がごちゃごちゃ言ってやがりました。これさ、あいつこんなこと言ってますよ。いいけどね、いいけどね、はい、ちょっと辛辣に言わせてもらうとね、ももちさんはリードボーカルをやめた方がいいな、かっこ、ここで会場がシーンとなり慌ててフォローに入る武田。、ただし渡り鳥は一番未熟で下手な人が先頭飛ぶんだってね、その一番未熟な人が先頭に立ってるこのチームは渡り鳥の集団を見てるようなハーモニーの良さがありましたね。長えし全然フォローになってねえし、うんちく超つまんねえし、なんだこれ、ピンとこない、全然ピンとこないですよ。それだいぶ炎上したんですよね、だいぶ新鮮な空気になっちゃったし、そうですよね、ファンの方これあげとこうか、うん、ラジオネームワギナーマイク。北島康介の嫁で元ガールネクストドアのちささんのブログより、パシャオクってみんな知ってるよね、パシャオクはスマホで写真をパシャッと撮ってすぐにそのままオークションできちゃう便利なネットオークションなの。やめろやめろやめろ、もうその手には寝られねえぞ、小遣い稼ぎのステマ野郎はもう真っ暗なんだよ。ABEX 特待生のくせにユニット潰しやがってよ。やることねんなら打ち返って旦那と超気持ちいいことしとけこの野郎。なんだこれ。いや確かに。そんな匂いがしますよね。しますね。怖いですねなんかね。ネーミングがちょっともう怖いですね。いやだね。はしゃおく。もう嫌ですね。ポップなのが嫌ですね。いや。ね、ちょっと嫌ですね。匂いますね。違うかもしれないけどちょっと嫌だ。やってもいいけどもうちょっと違うやり方あるんじゃないかな。本当に。ラジオネーム、俺こんなこと始めたら俺注意してくれな。わかりました。あ、それやめた方がいいですよ。すぐ言いますそれは。ラジオネーム三平。はい。生島ひろしの秘蔵子こと結城真央33歳都内で行われた地味なファッションイベントで旦那とのおのろけエピソードを語る、語尾にニャンをつけて喋ってます。旦那が構ってくれない時には子供が欲しいニャンって言いながら迫ることもあります。エロババアはエロババアのぶりっ子気持ち悪っ、ニャンだこれを言って。引っ張られちゃってる。じゃねえ、気に入ってんじゃねえ、つかんじゃない。お前言葉でも気に入っちゃった。やばいぞこれ、流行るぞ今日。大丈夫かな。ネジオネームたまたま進歩、はい、日本テレビボンビーライフにて森泉が鎌倉の古民家を100均グッズだけで大変身というコーナーをやってました。変なものを次々配置し、すっきりした古民家の台所が見事に悲惨な大変身をしていました。おいバカしゃくれ、まずは古民家の変身よりお前のキャラの大変身が先だろ、なんだこれお前。おいバカしゃくれ。ひどいな、単純すぎて、ひどい、ダメだこれ。ラジオネームダッヒ。10月7日のロンドン消防署の出動要請を受けた原因、ペニスをトースターに突っ
っ込んで抜けなくなったと男性が助けを求めたためだった。おい、ゲスダンみたいなことしてんじゃない。なんだこれ。うそ。状況はよくわかんない。ロンドンにもいるんですね。バカなやついるね。あそこに入れても気持ちよさそうじゃないけど。トースターンとなるときはなんか気持ちいいな。怖いでしょ。怖いでしょ。それまででもじっくり焼かなきゃいけないからな。こんがり焼かれちゃうんですよ、手前で。そうだな。怖いよな。いや、怖いです。本まで待てないでしょ。なんで入れちゃうんだろうな。なんでしょうね。いや、やっぱりわかんないよ、でも本当に。それは俺ももう風俗通いをやめたっつったってさ。ね、やめたからね。次のまた、その、興味が、の矛先がさ、新たな矛先出てきてさ、それこそ、トースターやってみようかな。でも有料会員になっちゃってるでしょ、もう。そっちに行っちゃってるんですって。いや、有料会員プラスってことだよね。ああ、プラス。だったらもう元々の方がいいんじゃないかって気がしますね。需要ね。需要もないのに勝手に供給。はい、ヘルス嬢のブログより。どっかで調べてんだよ。見てるな、いろいろ。お客さんの中には結婚してくれっていうお客さんまでいるんです。中でも一番びっくりしたお客さんはいきなりパンツを脱ぎ出して結婚してくれってフニャチンに婚約指輪がはめられていました。おい、そのフニャチン今すぐフルボッキさせてやれ。それとな、面白いからそいつと結婚してやれ。なんだこれ。すごい話だな。すごいですね。ラストぐらいしとくかな。やめよう。はい、うん、やめよう。以上。続いてはなんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなるようなことを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい、わかりました。ラジオネーム、チェーンギャング。ロシア人男性、酔っ払ってマンションの8階から転落、うん、しかしその男性は何事もなかったかのように起き上がった。病院で検査したところ軽症のみ。久保塚、世界は広いな。お前以上の人間は腐るほどいるみたいだぞ。なんだこれおい。すごいでしたな。陽介すごい男怪我しましたからね。軽症です。すごい、すごい。あげとこうか。ラジオネーム三平。世界的 AV 女優のマドンナさんがニューヨーク映画祭で最低なマナー違反を犯し、映画館から出禁を食らってやがりました。以下、目撃者の談話です。マドンナさんは映画の前半部分でブラックベリーの携帯でひたすらメールを送信していました。隣に座っていた女性が彼女の肩を叩いて注意すると、マドンナはヒステリックになり、ビジネスのメールなのよこのクソ女がと言い返していました。ババア、てめえ今年で55だろ。同い年の玉木浩二といい、小村哲也といい、飛鳥涼といい、55歳はろくでもねえな。まともなのチャゲだけじゃねえか。ちなみに大仁田先輩はお前らの一個上だからちゃんと敬語使えよ。なんだこれおい。元気だな、55歳ね。元気チャゲさんだけど。すごい世代ですね。でもなんかすごいな。でもマドンナに、マドンナ注意してマドンナに怒られたらへこむだろうな。怖いだろうな。怖いですよ。ヒステックですもんね、多分。相当体も鍛えてるしさ。そうですね。怖い。あれ、玄米とかばっかり食ってからさ、ほっぺのところに玄米貯めてからさ。どういうこと？いや、注意したら玄米。常にキープしてんすから、ほっぺに玄米を。リスだ、リス。あげとこう。ラジオネーム不要義務、はい、鈴木紗理奈36歳が夫でレゲエユニットインフィニティ16のテラシーと離婚、原因は夫の度重なる浮気。テラシーだかルナシーだか女たらしいだから死んねえけどよ。チャラついた男の人間性なんてこんなもんだよ。
そのうち倖田來未や黒木メイサなんかもそっちに行くだろうけど、人生の先輩としていろいろアドバイスしてやれよ。なんだこれおい。そうですか。やっぱ浮気するか、やっぱりそういう人たちは。うーん、1回じゃなかったんでしょうね。ねえ、1回もしたんでしょうね。そうか。鈴木紗理奈離婚、雛形あきこも離婚してるよね。あ、そうですね。あのめちゃイケの方々は、そうだね、めっちゃメンバーです。だから言ってんの、俺は簡単に結婚するなっつって。簡単に結婚するからこういうことになるの。簡単かは。だからこの今太田プロのやっぱりその恋愛禁止っていうのはやっぱりいい方に出るかもよ。いい方に出る。まあそれは俺が何年か後にそれはもう恋愛禁止のルールはなしにしてあげるから。はい、何すかその期限付きはね。だから何年か後で解かれるんですか。そう、今はみんな大事な時期だから、はいはいはい、ファンの夢を裏切らないためにも結婚はやめようっつって、はい、言い聞かせてるような感じ。ラジオネーム箱型ボックス、はい、森山直太郎コンサートツアー公式グッズの目玉商品、うん、森山直太郎が体感で延べ7日間部屋にこもり、合計20種類以上のカレースパイスを試し出来上がった一品、香辛丸。値段はいい風味とかけて1123円。こんな料理人でもないザワワが調合したカレースパイスなんてどこに需要があるんだよ。てかお前一体どこへ向かってるんだよ。こんなことしてる暇があるならな、いつもみたいに変な名前の曲作ってろ。まあでも早見もこみちが作ったオリーブローション5250円に比べたらまだマシか。どっちもいらねえけどな。なんだこれおい。すごいサイドビジネスですね。すごいね。香辛丸って言うんですね。ねえ、それはいい名前だけどね。加山さんの。そうね、俺もなんか作ろうかな。作ります。うん、何しましょう。好きなやつのほうがいいんですか。そしたら好きなやつ、自分が好きな没頭してたこととかね。カレーとかちょっとうんちくんがあるものとか、ねえ、いいじゃん。 AV 監督ですか。 AV のプロデュースですか。出るんですか。どっちですか。出る方。出る方やめましょうよ。出ちゃう。出たい。出たいじゃないですよ。それもやめたんでしょ。最近会員になったからってもラジオネーム三平、文化放送のラジオ番組ミノモンタのウィークエンドを捕まえろにて、クソババアだけの神様ことミノモンタ氏が次男の騒動について全く心のこもってない声色で語ってやがりました。親の責任はどこまであるのか、じっくりお話ししたいところだけど、今は何を言っても素直に受け取っていただけないから、そんな話はどうでもいいんだよ。女子アナのケツについて詳しく語れ。なぜ触ろうと思ったのか、何回ぐらい触ったのか、どのぐらいの強さで揉んだのか、一番柔らかいケツの持ち主は誰なのか、1時間たっぷり聞かせろ。なんだこれ。そっちそっち聞きたかった。確かにね、黙して語らずですね。ね、いや俺もこっちの方の話が聞きたいけど。確かに知る。言うわけないでしょ、そんなの。誰がやっぱり柔らかいかと申しますとね。下水なぁ。かっこいいですけどね、その前言った。ラジオネーム水平リーベイ、僕の船、はい、フジテレビの月曜深夜の新番組ワイドナショーで、有吉 AKB 小島との熱愛否定についてコメンテーターのダウンタウン松本さんがこんなことを言っていました。有吉は熱愛はしてないけどピーはしてるんじゃない、ヒッチハイクの感覚でいろんな女とピーしてるんじゃない、ピー入れなくてもセックスってわかるだろ。有吉さんはフリーセックスの神だろ。なんだこれおい。擁護してんだからなんだか分かんないっていう。まあ、ね、それはもう否定されませんかね。まあでもしょうがないですね、恋愛禁止ですから。ね、筆頭です。ラジオネーム三平、はい、内田シェケナユウヤ氏、CM で共演したロシアのクソビッチユニットタトゥーの2人と共に CM 発表会見に登場し、いきなりニューイヤーロックフェスティバルへの出演オファーを出して快諾されている。楽
してみるかおい、言うやあんたは知らねえだろうけどな、そいつらはドタキャンのプロなんだよ。E ジャンプより悪質なクソユニットなんだよ。ミュージックステーション NG でニューイヤーロックフェス OK のアーティストなんているわけねえだろ。白龍さん、今年中にロシア人2人始末しといてください。いや、その役回りは V シネの中だけですからね。リアルにやってるわけじゃないですよ、白龍さん。あげよう。白龍さん出てますもんね、毎年ね。面白いな、タトゥー。楽しみだな。ね、どうしようかなって一枚ぐらいいけるかな。ね、はい、ラジオネームフォーカスゴールド、お笑いコンビおもてなしの滝川クリステルの野郎がブログで東京オリンピック決定について語ってやがりました。スピーチを終えた瞬間プレッシャーから解放され抜け殻状態になっていました。東京に決まった時は本当に嬉しくて飛び跳ねて喜びました。おいクリドリス、この文章を読む限りじゃまるで自分の手柄ですみたいな口ぶりだな。いいか、東京オリンピックが決まったのはな、あくまで猪瀬さんの片言スピーチのおかげであっててめえみたいな俗物丸出しの生ゴミ以下のクソスピーチのおかげでも何でもないんだよ。勘違いすんなよ、この人出なし。なんでこれどうしたどうしたかよ。終わり。続いて、なんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後は、なんだこれおいで締めるのがルールです。ラジオネーム三平、はい、バカこと直人インティライミさんが11月にリリースするニューシングル手紙についてごちゃごちゃコメントしてやがりました、うん、相手を失ってからじゃないと気づけなかった自分の弱さや甘さだったり、離れて見て分かった君の色や音というのが切ないまでに鮮明に思い出して振り返ってはいるんだけど、それは未練とか後ろ向きなことではなくて誇りであり強さであるっていう思いを込めた楽曲です。長っ。そんだけ説明しなきゃ伝わんねえなら完全にダサくだろう。ありがちなダサい失恋ソングですって言い直せ。なんだこれおい。厳しいね。厳しい。ちょっとね。いや思いが溢れたんですよ。思いが溢れたんですよ。思いが溢れたんですよ。しょうがないですよ。それだけ、それだけです。それだけ。ラジオネーム三平、はい、タクシー運転手をサッカーボールと間違えた男、前園正清さんの所属事務所社長がタクシー会社の方たちを招いて食事会を開いたことをツイッターで報告してやがりました。お二人からゾノへのアドバイスは結婚しなさいでした。いつの日かゾノの結婚式にお二人をご招待することを約束し、最後に記念撮影、門外不出の写真だがゾノの結婚式には出してやろう。マジかよ、地獄じゃねえか。こちらがゾノに蹴られたドライバーさんとその同僚の方のお写真ですじゃねえんだよ。なんだこれおい。すごいな。何でしょうね、和解をしたんですよね。なんかいっぱいあったね、なんかね、急にポンポンとタクシー運転手さんのね、事件ね。ああ、そうですね。怖いよね。ラジオのチェーンギャング。はい。ベリーズ工房のイベントに集まった客の人数、30人プラス親の膝に乗った子供2人の合計32人。ん？台風の影響だもんね。しょうがないか。なんだこれおい。そうなの、そういうとこあんのか。ベリーズ工房って言えば聞いたことあるかもしれない。いや、人気あるんですか。ねえ、うん、そうね、あれそうだよね。はい、なんか AKB とかのなんか変な、なんか名前知らねえようなやつらよりはなんかこっちの方が人気ありそうだけどね。もうなんかそうですね、ベリーズ工房ね、すごいんじゃないんですか、人とかね。え、でもそんなもんだって天気がね。32人ぐらいだったら別に誰がやったってそれぐらい集まるだろ、別にどまあまあまあ、そんなもんがね、集まればそんなもんが別に俺、島田鹿さんとかでも別に何でも別に誰でも32人ぐらいで誰でも集まんねん。まあまあまあ、頑張れば。長島のだって、はい、長島散髪やりますよって言ったら30人ぐらい集まるの。いや、来ないでしょ。いや、集まるよ、そんなもん。どういうことですか、断髪でもないのに。切るだけで来ないでしょ、それ。10年大好き。今月23日、キラキラネーム、キラキラネームランキングを発表していました。8位には、愛という字に、保育の保で、ラブホ。
23位に本気と書いてマジ。おいバカ親、もう言葉が出ねえよ学校ではいじめられる、就職では不利になる、こんなもんもわかんねえのか。しかも1位とかもう漢字の説明できねえから、ここで紹介できねえんだよ呼ばれなかったらデメロンせいだからな、なんだこれおいそうだね、なんかさ、バカなくせに漢字にだけ凝ってな。ああそうですねなあ、そんなもうなんか職業漢字博士生ですみたいなさ、金田一ですみたいなさ、普通だったらちょっと凝った名前つけてみてさ、もう本当に全然漢字も読めねえようなクスバカ野郎がさ、自分のガキンだけ難しい漢字とか使ってさ、どういうつもりなんだろうな。そうですよね、読めない方もね、かわいそうです。下手したらママ友の子供の名前読めなかったら多分するんじゃないですか。そうだよね、人の子供読めないっていう、そんなの不便だからね、読めないような漢字の名前つけるのって当て字で、はいはいはい、あの緊急入院したりとか輸血したりするとき、その漢字読めなかったらもう本当大変なことになるからね。そうそうですね、大変ですね。そらそうです。カタカナで太郎が一番いいんだよウルトラマン太郎のねフィーリングですよね。俺でも子供できたらリオデジャネイロってつける長いし名字みたいな、カタカナだし受理されるんですかそれリオデジャネイロ受理もう有吉でもなくなってるラジオネームさんってゲスナーの堀江貴文、堀江門が「ツーガンズ」という映画の公開記念イベントに部屋が汚い男として登場してやがりました、うん、今はハウスキーパーに頼んでるから部屋は綺麗ですよ。刑務所にいる時に自分のすね毛やすね毛が自分の陰毛やすね毛が落ちているのがトラウマになって全身脱毛しましたし、性器や肛門周りの VIO ラインも全部やっちゃいました。お前パイパンかよ綺麗とか汚いとかの問題じゃなくてな、気持ち悪いわなんだこれおいなんでしょうね大丈夫、3ペ、ダミ声のディーバこと浜崎あゆみさんがビビのインタビューで来月発売される写真集について語ってやがりました。みんなのバイブスがすごくいい時って続々とアイディアが浮かんだりするでしょ。昔のメンバーと新しいメンバーの間でいいケミカルが生まれたのはあ、内山まるかさんを仲間外れにしといてケミカルとか言ってんじゃねえぞ。お前に捨てられて無一文になったまるかさんの写真も載せろやPS アイファンの皆様へ内山まるかのデビューシングルリボン絶賛発売中です。1曲しか入っていないのに1500円です。曲調は尾崎豊をめっちゃダサくした感じです。よろしくお願いします。なんだこれおいですね、なかなかね、うちはまるこさん、お会いしましたけど、いい子でしたよ。あ、うん、ね、ま、ラストぐらいですか、ラジオネームインダスのリオ、はい、アメリカ直売のチンコ増大サプリを2ヶ月分購入サプリ使用前の俺の勃起時のチンコ 12.3 センチ、サプリ使用後の俺の勃起時の 12.3 センチ、全然でかくなってねえじゃねえかっていうか俺まだ童貞じゃねえか金返せなんだこれ知らねえよ終わり。続いてなんだこれおい、はい、読んでよ。ああこれですか、サボるなよ、なんだこれおいと、叫びたくなるような募集をしております。文書の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございますあのね、安田さんね、はい、すぐ本番中なんだからね、休まないでよコーナー説明あると思って、中田文雄のビバリーヒルズみたいに途中でハロー千葉が入るわけじゃないんだから途中で休んでダメだよ。さすが詳しいですね、ずっと自分たちでやるんだからね。ラジオネーム三平、はい、アイプチのプロフェッショナルこと辻のぞみさんが子供服のブランダを立ち上げたらしく、ブログで意気込みを語ってやがりました。この度子供服ブランドを立ち上げることになりました。ブランド名はサルルです。着やすく可愛くかっこよく子供らしく元気にパワフルにをモットーに頑張ります。
しょうもない、ミニモニの分際で金ばっか儲けやがってよ。センスゼロのヤンママが作った子供服なんて誰が買うか。おい、ただです、ただでご近所さんに配れ。なんだこれ、おい酔っ払ってんのかなこの人は。そうかな、そうかな、うん、俺が聞いたことある時とコーナーが感じが変わってるね。変わってますね。変わってるね、うんうん、あいつこんなこと言ってましたよってコーナーあったと思うんですけど、あったんです、ほとんど一緒で一緒です。いつの間にかほとんど一緒になってきたんですけど、ね、はい、大丈夫に騙しやすけし、はい、歌を出しては見たもののさっぱり売れなかったため、ホテルから男と出てくるところを報じてもらい、やりまんとしててこ入れした北野キーちゃんのブログより、今日は早朝から撮影をしております。初日というものはなかなか眠れないものです。13歳からずっとそう、変わらない。映画とかドラマとか関係なく初日は緊張します。30分しか眠れなかった。何してるんだろう。枕に顔を埋めても心臓がドクドクしてうるさくて眠れなかった。おい中途半端美人、寝てない自慢してんじゃねえよ。なんか別のことをしてて寝れなかったんじゃねえか。おい本当に何してたんだ、正直に言いなさい。そしたらおじさんの股間もドクドク脈打つことになるから。あれなんかイカ臭い液体が出てきちゃったぞ。なんだこれ、おいゲスだな、ゲスだな、クソだな。今楽天と巨人が死闘を繰り広げてる裏でクソみたいなラジオ今私はやっております。ゲスだわ、あげとこ。あげてんじゃねえよ。ラストぐらいかな、今日はちょっと時間がないんでね、はい、ラジオの三平、タルドル体型の中島智子さんがクソ映画裸の美奈子の試写会に登場し、問題の女性占い師について語っていました。今は彼女と一緒に住んではいませんが、仕事は手伝ってもらってます。おい占いババア、いい加減中島さんから離れろ。地位も名誉も金も美貌も根こそぎ吸い上げやがって、このすっぽんババア、神田うのの専属占い師になって仕事辞めさせてくれ。なんかおい天才かよ。いい作戦だなお前。あげちゃうよ。パン。以上です。続いてはなんだこれおい。なんだこれおいですね。はい、こちらなんだこれおいはですね、なんだこれおいと叫びたくなるようなことを募集しております。はい、文章の最後はなんだこれおいと締めるのがルールでございます。ラジオネームダッヒー。はい。今月11日、化粧品会社が美肌剣グランプリ、美肌の剣ですね、はい、美肌剣グランプリを発表していました。1位から順に島根、石川、高知、富山、山形とのことです。なんかパッとしねえなぁ。なんだこれ。そんなことないでしょ。そんなことねえだろ。そうですよ、うん、石川、高知、富山や、ちょっと島根が入ってるのがあれなんだろう、多分。なんかへ、あ、地味な感じがするんでしょう、うん、石川県って金沢とかね、あるし、ある、高知は高知でもあれだし、富山も、うん、なんかみんな水がきれいね、山形もそうだし、うん、よそし島根だけちょっとあれでしょ、中国地方の方だからちょっとね。東北の方とかはきれいなんですかね、うん、ラジオ三平、 AKB48 タイトルが76文字の鬱陶しい新曲を発表、鈴懸の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの。うるせえ。キザなバカの妄想でいいだろう。ごちゃごちゃ言ってねえでな、コジハルのヒートテックタイツよこせ。なんだこれおい。短くしてくれ。なんかそういうのをたまにやりたくなるんでしょうね、なんかね、変わった目先の違い。なんかもしも
もしも野球部の女子マネージャーがドラッカーをみたいなね、でもしドラみたいな、あんなあったでしょ、タイプの長いやつ、たまにやりたいんでしょこの人たち。鈴懸の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの。うるせえ。そうね、これメールか、2回目言いたいだけだったでしょ。いや、メールを読んだだけですから、メールを読んだだけ。ラジオネームビビン番長、はい、有吉さん、好感度低い芸人こと金島ダンシングの野郎が後半の最終陳述でこんなことを言ったそうです。自転車を盗むのではなく、芸人なら芸を盗んでおけばよかった。法廷内シーン。泥棒した上に法廷で滑り散らかすなんてとんだクソ野郎です。なんだこれ置いた。確かに好感度低い芸人ってことでないね。犯罪者芸人。そうです、ね、犯罪者です。そうですよ、ね、あの芸人じゃないですもんね。はい、ラジオネーム三平、はい、市川フルボッコ海老蔵さんがブログの読者からあなたは変態ですか、はい、とコメントをされて、こんな風に返してやがりました。はい、はい、変態ですとは答えないよね。かっこ笑い。いやいや、アブノーマルです。うるせえと変態、金玉みてえな頭しやがって、つまんねえからブログやめろ、歌舞伎もやめろ、六本木のバーでバイトしろ、なんだこの。どうしたんだよ今日。どうしたんだよ、最近そんな嫌じゃないだろう。そうですよね。ラジオネームペケミニ、ちょっと長め、はい、トースポウェブによると、はい、ミノさんの降板やイートモ花丸マーケットの終了により、うん、テレビ業界は今新た、あ、これまさっきのやつ、世のやつかな、今新たな朝の顔や昼の顔を探しているらしく、うん、ある局のディレクターなる人が次世代情報番組 MC について語ってました、うん、まずフットの後藤だね、うん、彼は司会もうまいしツッコミ力もあるからポスト宮根誠司ってとこかな。で本命は有吉、数字も取れるし、あの一刀両断できるコメントはシニアにも主婦層にも受けるし、彼はポストミノモンタだね。はぁ、この脳なしディレクターふざけんじゃねえぞ。いいか有吉さんはな、朝の顔にも昼の顔にもならねえで、これからもずーっと日曜の夜に芸能人のケツの穴覗いてケチつけるゲスラジオ続けていくんだよ。情報番組の MC なんかやったら真っ先にサンドリが邪魔になるに決まってるじゃねえか。有吉さんよ、あんまり日の当たる場所に行かないでくれよ。つまんねえコメントする南の中出し帝王にならないでくれよ。本番中に居眠りして女子アナのケツをむさぼるザギンのバイアグラトカゲになんかならないでおくれよ。有吉さんお願いします、サンドリとゲスナーを見捨てないでください。そこんとこどうなんだこれ、おい。そうですね、やっぱりでもね、はい、いやそれはこのラジオは続けたいですけどね、はいはい、これはそのまあミノさんでいうサンデズバット的に、はい、まあなんですっけ、ミノさんのラジオね、ラジオね、ラジオありますよね、あの感じでやっぱこれはずっと続けていきたいですけどね、うん、やっぱりでもやっぱ朝の帯番組やっぱりやって、うん、女子アナのケツをねすごい触りたいし。こ俺だってね、朝の帯番組やったからってケツ触れないですよ。でこれはほらさた問題になりますよ、このほらペケミニは言ってるけど、うん、日曜の夜に芸能人のケツの穴を覗いてケチつけるゲスラジオって言うけど、はい、やっぱりその毎日朝、うんうん、女子アナのケツの穴を覗くような番組やりたいです。できませんよ、それは。どの業務もできませんよ。Stay Night Dreamer Live On Air。 なんだこれ、おい。なんだこれ、おいと、叫びたくなるようなことを募集しております、うん、文章の最後はなんだこれ、おいで締めるのがルールです、うん、ラジオネーム三平、お願いします。コミックソング界のラストエンペラー MCAT のボンバヘ野郎が今年2月に発売されたボンバヘッド生誕20周年記念版に続いてボンバヘッド生誕20周年記念版ありがとう編をリリースしやがった模様です。おいお前いい加減しろよ。何遍頭爆発させりゃ気が済むんだ。
前回のアカペラバージョンより面白い、ね、面白いネタ入ってなかったらアマゾンのレビューでなクソ水にディスってやっからな、なんだこれおいって。今日有吉反省会これやります ね、 そうですね、ちょうど、ボンバヘッドのボスまた出すんだみたいでね。ラジオの妖怪 T シャツ男、コーンフレークの王様シスコーンがこんなキャンペーンを始めました。1万名様に図書券500円分プレゼント、箱に入ってれば当たりだよ。ふざけんな、ただのばらまきじゃねえか。定額給付金か、当たったわ、ありがとうな。よし、この図書券で久々にエロ本買うぞ。なんだこれおい、こっちのセリフだ本当に。なんだこれおい。そうなんだ、こんな当たったことないな。銀なら3枚、金なら1枚みたいなやつ、そこね、ありましたね。銀が1回ぐらい当たったかなぐらいですよ。うん、当たることないでしょ。あのおもちゃの缶詰とかでしょ。そう、ないね、ないね、当たんないね、あんなんね。マラソン完走したら何かもらえるんですか。あの完走メダルをもらいましたよ。完走メダル、うん、あ、嬉しいもんですか。いやまあ別に、まあ、あの悪くはないですね。うん、まあ、いただけるって言ったんだよね。僕前コングランプリにトロフィーもらっちゃって、いやそれと比較されたらもうさ全然なんか、うん、まあ、そんなに嬉しいわけでもないんだけど、うん、大丈夫、いい、次行って、次行ってじゃねえんだよ。わだかまりは残ってるだろまだ。今日はダッコさんに言えた、またビシッと。なんつったんですか。うちら最近女子帰ってるんだよ。ビシッと言ったら、ああそう、ああ今日は決まったよ。決まった、ひるんでたわ。ああそう。もう使わないから、もう使わないんだ。目使うね、あれ気に入ってるから。使うね。ラジオネームゴモラ、有吉さん、毎日ハロウィンの仮装をしている市川海老蔵の野郎がブログにこんなことを書いてあがりました。今日乗ってきた新幹線に台本をどうも忘れてしまったみたい、涙。見つけた方いたら教えてください、涙。うるせえ、知るか。何ブログで呼びかけてんだバカ野郎。歌舞伎のセリフなんてな、もともと何言ってか分かんねえんだからよ。適当にお経でも唱えてろこのクソ坊主。あ、すみません忘れてました。なんでこれおい。忘れんじゃねえよ。もう気持ちよくうるせえって言うコーナーじゃん、もう。これ今日あったな、朝の、あの、FM の番組ちょこっとだけさ、マラソンのやつ出してもらったんだけどさ、もう何回もさ、うるせえって言いたくなるようなのがあった。FM で後で言う放送じゃないところ。ラジオネーム、三平。はい、俺にないものをすべて持っている生田斗真くんが、モグラの歌という下ネタ満載の主演映画を引っ提げて、ローマ国際映画祭に登場し、上映終了後、こんなことを言ってやがりました。エロは全世界共通。下ネタでお客さんが笑ってくれて嬉しかった。エロは世界を救うと思いました。ふざけんなこの野郎。モテモテの爽やかイケメンが下ネタで笑い取ってんじゃねえぞ。下ネタってのはな、バカで陰気で気持ち悪いゲス野郎に残された最後の武器なんだよ。それを取り上げられたらもうチンコ出すしかねえだろ。マジでチンコ出すぞこれ。おい、4センチのチンコ出すぞこの野郎。なんだこれおい。イケメンの下ネタが許せないっていうね。モグラの歌面白いな。読んだことあります。いや、ないです。超バカバカしいんだけど、絵もそんな上手じゃないんだけどエロいんですよ。ラジオネームペケニン、はい、有吉さん、先駆けドボス塾塾長益若翼ちゃんがツイッターでこんなことを言っていました。もう一回読んでみましょうね。有吉さん、先駆けドブス塾塾長の益若翼ちゃんがツイッターでこんなことを言っていました。気に入ったの似た読むとかやめなさいね。だって俺鼻のあるのバレてるからね、もうね。椅子が交わないさって。ごめんなさい。こんなこと言ってました、うん。この T シャツはユニセックスなんだけど、私はワンピースにしようと思ってまーす。おい、ミルキービッチ、ユニセックスってなんだこれ、おい。
口でやるやつか、それとも結論を穴でやるやつか、それとも誰とでもセックスしちゃうっていうやつか。えぇ、ー、すぎる。ツイッターでエロいことつぶやきがあって、このスケベ女がよ、俺にもユニセックスやらせろ。なんだこれ、おい田舎のおじさんがバカすぎる。バカなおじさんが出てきちゃってユニセックスだよ、こっちでやるやつか。おい、あ面白い。エンジェルあげとこう。出た、エンジェルあげとけます。いや、うん。ラジオネーム三平。不人気バラドル加藤のり子さん40歳が自身の超不人気ブログにこんなことを書いてやがりました。朝起きて洗濯しながらブログを書こうと思って開いたらアクセス人数ゼロ。わぁってなって携帯閉じた。人気ブロガー憧れるよね。なんか軽々しく不人気とか言っちゃってすいませんでした。前々からこいつ誰に支持されてんだろうとは思っていましたが、まさかファンゼロ人とは。誰も見ていないブログに毎日投稿し続けるのりこ姉さん、逆にかっけーす。応援してます。俺がファン第1号です。なんだこれ、おい。すごいなぁ、面白いね。でもこれ言えるのが面白いですよね。言えるのは面白いですよね。ラジオネーム朝や昼また朝や昼また、はい、今最も気の毒な18歳こと川口春奈ちゃんが映画舞台挨拶で、皆様に支えられていると感じていますとファンの温かさに涙したそうです。田舎から出てきてまだ18歳でこんな思いをさせられるなんてかわいそうだよ。俺もドラマ見てないけど今世紀最低記録を作ったらしいから見てみようかな。いや見ないだろうな。あ、俺がサンタクロースなら春菜ちゃんの枕元に半沢直樹2の台本置いてあげたいよ。なんだこれ、置いて。旦那の彼女でしたっけ、なんかそんなんですよね。かわいそうにね。はいはい、そうですね。かぐちゃん、春菜ちゃん何も悪くない。まあ、春菜ちゃんは応援しますよ。そうですね、この番組では応援しますよ、かぐちゃん、春菜ちゃんのことをね。はい、ラジオネーム、ダッヒ。スポニチや東京中日スポーツ新聞に WBC で大活躍した井端選手が巨人入りすることになったと書かれていました。うん、おい嘘だろ、俺の大好きな井端を返せ。これだから巨人は嫌いだ。ついでに巨人好きな安田も嫌いだよ。荒木井端の二遊間が見れないとかどうなってんだよ。落合、そして谷繁、なんだこれ、おいっちゅう。おじさんじゃ、またおじさん出てきちゃう。ただのおじさん出てきちゃうからね。球団に送ってよ、もう。ねえ、ラジオのペケミニ。有吉さん、AKB48 のハードストーカーでおなじみ小林よしのり先生がブログで有吉さんのことをベタ褒めしていました。おー、ロンハーの進路相談にミオリンと島田遥が出ていた。わしはいつもミオリンがフレッシュレモンネタを貫き通すのをハラハラして見ていたのだが、その信念を有吉弘行が支えてくれた。有吉のミオリンに対する優しさには本当に感動した。あれはわしの感覚にも通じる強者の保護本能である。今回株を上げたのはミオリンよりも有吉弘行だろう。わしは有吉に大変好感を持った。有吉さんよ、あんた大変だな。山田花子のみてえな顔したババアのネットストーカーと小籔和豊みてえな顔したババアのネットストーカーに続き、今度はバナナマンの日村みてえな顔したジジイのネットストーカーかよ。なんでこんなキモい人間ばっか引き寄せちゃうんだあんたは。なんだこれ、おいしい。やめて。サルさん聞いたこの人たちのこと。
いるんですよ、こういう人たちが、ツイッター上に。あ、そうなんですか。怖い人たちが。そして、これ、小林よしのり先生も。フライングゲットの先生でしょ。フライングゲットマンの先生ですよね。先生ですよね。さあ、ということで、以上でございます。なんだこれ、おい。はい、なんだこれ、おいと。叫びたくなるようなことを募集しております、うん、文章の最後はなんだこれおいと締めるのがルールです。なんかこの前あれなんだって教えてもらったけど、はい、なんかまたここでこのリスナーのメール読んでるやつあるじゃん、はいはいはい、これ、うん、これを俺が言ったみたいにしたニュースが出てたんだって。ああはいはいはい、出てましたね、うん、もうすごいね。いやだからもうそうなっちゃってるんですよ、なんか知んないけどね、うん、それで俺にダメージがいけばいいだろうなと思ってたのね。何なんでしょうねあれ ね熱造ですもんね、単純に、ね、そう熱造よ、だってああなるとね、うんうん、まあいいけどね、まあ、そう言われた本人がそう怒らないからね、それでね。いやでラジオの ネタでしょってなっちゃうからね。ラジオネームワギナーマイク、はい、有吉さん、関西の夕方の報道番組キャストという番組で新コメンテーターが発表されていたのですが、うん、絵に描いたようなクソみたいな夫人になってやがります。お手柔らかにお願いしますよ、本当に。本当新加入したコメンテーター、はい、月曜、はい、大沢あかね。火曜三船美香。水曜小川夏実。木曜遠藤正蔵。あなんやこれ。こんなやつらのコメントなんかいらんちゅうねん。大阪の番組なめとんのか我。東でようけ稼いどる連中に新世界のことなんかわかるわけないやろ。なんやねんこれ、おい。だいぶご立腹ですね、なんかね。いや、いい綿棒じゃないですか。ほんとですよね。なんやこれ、多いですからね、もうね。だからね、ちょっと西の人の言うことですから、まあ、そうです冗談でしょ。ラジオネーム、ダッヒー。男性にとって、許せる元彼の人数はどの程度かという調査を20代から30代の男性500名を対象にアンケート行われたそうです、うん、最も多く集まったのは気にしないという答えであり全体の 55%、 理由には過去は変えようがないから、それほど魅力のある人を彼女にできたのだから。うるせえ。なんだこのクソつまんねえデータ。イケメンぶって女擁護してんじゃねえぞ。裏でてめえら笑われてんだよ、このやりちんども。なんだこれおい。俺が言ったようになってんなこれ。今日もあれですね、気持ちよくうるせえが言えてますね。いいですね、非常にいいですよ、このコーナー。バシバシ来てください、本当にどんどん行きますよ、本当に。前のめりでもう終わりますよ番組。逃げ傷なしという。男らしい。ラジオネーム満腹亭稲荷、はい、インランビッチこと勝間和代のツイッターを見てみると、どうやらなんちゅう軽快かよ。軽快なテンポだな、本当に。インランビッチこと勝間和代のツイッターを見てみると、読み直すんじゃないよ、だからツイッターを見てみると、どうやら携帯ゲーム黒猫のウィズというものにハマっているらしく、ツイッターのアップした画像のところが全てゲーム画面になってやがります。おいクソババア。お前のツイッターのプロフィールが著書新聞雑誌などで経済の立て直し、少子化、男女共同参画、IT の使いこなしなどに意見を出していますってなってんのに、ここんとこゲームの話ばっかじゃねえか。プロフィールを今すぐに携帯ゲーム中毒の熟女ですに変えろ。なんだこれおい。気分先走って最後の方ちょっと甘いじゃない。最初よかった。気持ちが先行っちゃってるぞ。先行っちゃって。徐々に上げていかないと。いきなりトップで入っちゃったね。ラジオネーム共同のドブガエル。ベッキーがツイッターでこんなこと言ってました。ずっと私のパーカーになんか値札シールがついてたようです。私は980円か。そうだよブス。ブスが1000円超えるわけねえだろ。パイ釣りもできねえくせに風俗なめんじゃねえぞ。
でもな、天下は600円ぐらいだから天下よりは価値があってよかったな。それと最近妹の宣伝ばっかりしやがってずるいぞ。安倍夏実の妹の安倍麻美はどこ行っちまったんだよ。あの三流ぶり好きだったなぁ。ん？あれ？安倍麻美の野郎ハロプロだと思ったら鍋プロじゃねえか。鍋プロで松本明子以来のアイドル枠だと。放送禁止用語言って干されたのかなぁ。なんでこれ俺何言ってんの。なんで矛先変わっちゃったの。ねえ、もうみんな気持ちが乗っちゃってて文章がついてこないんですよ。気持ちのタイプばっかりだからこいつらは。わかるけどね。前向きだわ。ラジオネーム不要義務。勘違いブスの終着点ことキャンキャンが50キロを下回ったメンバーはクビになるという、チャビネスというユニットを作ったそうです。知らねえし興味ねえし。というかキャンキャンもこんなクソくだらない茶番ユニットでお茶濁すぐらいなら海老原ゆりさんの顔やスタイルを下回ったやつらを全員クビにして本物のファッション誌作っとけ。なんだこれおい。気持ちやね。気持ちは乗ってんですけどね、もう後半ちょっと意味がわからないっていうのが多いんですよね。ちょっともうちょっと落ち着きましょうよ。そう最初の気持ちに任せてもうワク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 って後輩いいやもうこれおかしい送信って言っちゃってんのよ。最初いいんですけどね。最初はね最初丁寧って書いてるんだけどいいんですけどね。ラジオネーム三平、旬を過ぎて人気がなくなってきた小栗旬さんが来年公開予定の実写版ルパン三世でルパン役を演じるらしくこんなふざけたコメントを出してやがりました。皆さんの中にそれぞれのルパン三世がいると思いますが若い世代にもリアルルパン世代にも楽しんでいただけるようタイの暑さと戦いつつ頑張ってます。はぁ、クリカンさんの仕事バクっといてはしゃいでんじゃねえぞ。居酒屋のトイレで女の体操を奪うのは大得意ですってか。やかましはお前のだらしねえデカチンに手錠かけて思いっきり引っ張るぞ。なんだこれおい。これもそう。もう後半もよく覚えてんな居酒屋のやつとか。クリカンさんのことさらっと出してキラッと出てるけど本当ですよ。ラジオネーム三平、全国の PTA から目をつけられている泉谷茂さんが紅白つけられてないだろ。泉谷さんに関して言えばもう紅白歌合戦記者会見でこんなこと言ってがありました。やめとけ NHK、 少しは考えろ。もっと出たい人がいるんだからよ。31日はすき焼きパーティーがあるんだよ。どうしてくれんだ。ジジイの強がりみっともない。嬉しいくせに。どうせ歌ってる途中にステージから降りて客席走り回ってよ、ギターで審査員ぶん殴るふりしてよ、最後はとびっきりの可愛い笑顔で締めくくるんだろ。バレバレだっつうの。盛大な茶番劇楽しみにしてっからな。なんでこれを言うな。パパ言っちゃう。ラジオネームチェーンギャング、大仁田敦、高遠力の焼肉店で無銭飲食。大仁田は45,000円分の焼肉を平らげ、支払いはこいつにつけとけと高遠力の写真を押し付けた。さらに帰りがけ店内にあった高遠力の写真を外し、有刺鉄線バットに変えて帰宅。おい高遠力、大仁田先生と有刺鉄線爆破マッチ決定だな。なんだこれ、おいしいやだから。いやそれプロレスだから。いやこれな、急にどうしたんだよお前。プロレスの煽りんじゃねえか、ただの。どうしたんだよ俺。笑っちゃうわ俺もう。ねえ、どうしようかな。どうしようか。じゃあラジオのダヒ、チリゲ放浪記ことナオトインティライミがNHK 教育で出演しており、女子高生がグッときたナオトインティライミの歌詞というものを取り上げていました。泣きたくなることもあるけど、ほらいい顔見せて、1秒後奇跡が始まるから。
うるせえ。こんな言葉にグッとくるとか、将来の日本大丈夫か。1秒後に奇跡起こったやついるか。おい、いねえだろ。現に俺は今しこってるけど、1秒後しこってても奇跡なんて起きてないぞ。でももし1秒後に全身の力が抜け、俺の息子から練乳が出たら、その時は奇跡だろうな。なんだこれ、おい。じゃあお前だよ。なんだこれ、おいじゃねえ。お前だよ、なんだこれってのは。なんだもう。ラストぐらいになるかな。もう一枚だけ。ラジオの三平、秘宝です。人気ナンバーワンアシスタント、のっちさんが、日刊現代のウェブインタビューで、マラソンについて熱弁振るってやがりました。あったね。山中湖ハーフマラソンを手始めに、各地のハーフマラソンで経験を積んで、2009年にゴールドコーストのフルマラソンに出場しました。あの時は必死でした。神さんがネットで小出監督のランニングスクールの通信講座を見つけてくれて、それに従って走り込みました。ネタ作りよりも真剣でしたね。のっちに投票しているゲスナーの皆さん、目を覚ましてください。お聞きの通り、このジジイはもはや芸人でもアシスタントでもなく、ただの老いぼれ市民ランナーです。みんなで声を揃えて叫びましょう。なんだこれ、おい。いいと言われようだわ。続いては、なんだこれおい。はい、なんだこれおいでございます。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後は、なんだこれおいで締めるのがルールです。はい、はい。ラジオネーム三平、 TBS の大御所アナウンサー吉川美代子さん54歳が、アナウンサーが教える愛される話し方という新書の中で、痛烈に女子アナを批判してやがりました。細い足を誇示するような短いスカートでしゃがむ、行動でキスをする、女子アナはサービス精神旺盛なのでしょうか。タレントのような格好をしたり、漢字を読み間違えたり、放送業界の環境汚染源と言えるかもしれません。原稿の内容を理解しているのかは、甚だ疑問です。おい、あやパン、ショーパン、カトパン、ミタパン、よくわかんねえおっかねえババがなんか言ってるぞ。全員パイパンにしてババパンに謝れ。なんだこれおい。ちょっとババパンまで行くんですね。来られるぞ。パイパンでババパンなんですって。あるっすね。ラジオネームゴモラ。有吉さん、ヒット&アウェイこと市川海老蔵の野郎がブログでこんなことを言ってやがりました。11月26日、自動車の免許について、自転車での事故の多さにも驚いた。安全運転をより心がけていこうと思いました。素朴かよ。お前素朴かよ。お前のブログ見てるけどよ、ジム行って仕事行って飯食って子供と遊んでるの繰り返しじゃねえかよ。つまんねえな。たまに違うこと書いたと思ったら、免許の更新ってなんだこれおい。一緒なんすかね、いい毎日が、ええ、ラジオネーム部品童貞と、有吉さん、腐れ芸能ニュースことアメーバスマホニュースの12月13日のニュースが本当にクソです。ふなっしー、中の人の正体は。釈由美子、太ったことを実感。辻のぞみ、4人目について言及。おいおい、このクソみたいなニュースなんだよ。俺たちが知りたいのはな、小汚ねえキモキャラの中のジジイでも、整形女のデブカでもなく、有村架純の生理周期、橋本愛の性感帯、それ以外は全部クソだ。なんだこれおい。チャンネルが違うんじゃないですか、そんな。すごいですね、生理周期を知りたい方だと。そうでしょう。あ、そうですか。知りたいですかね。ラジオネームペケミニ。有吉さん、いや、ズル向けストーカイホイホイさん、こんばんは。沢田研二さんや岸辺一徳さんを率いるザ・タイガースが、この度44年ぶりにオリジナルメンバーで復活し、現在その全国ツアーをやっているのですが、そのツアー T シャツがロゴも何もなく、メンバー5人の顔写真だけというデザインで、ネット上で衝撃的すぎると話題になっています。こらこらこら、
5人のおじいちゃんの顔写真だけってこんなもん完全に家じゃねえかバカ野郎。死んだじいちゃん思い出したわ。両手のシワとシワ合わせて幸せなーむーじゃねえんだよ。なんだこれ俺。T シャツすごいわ。本当に本当にもう字も何にもないおじさんたち5人の顔写真。へえ。すごい写真です。うわー。昔の、ね、昔のやつと現在のやつとね。面白いわー。いい T シャツ。いいじゃないですかもうね。ね面白いね。はい。ラジオネーム烈風キノコヘッド。12月4日放送怒り浸透で視聴者参加番組が少なすぎるという投稿からネット番組の話題になり、我らが有吉さんはこうおっしゃられていました。ネットの番組が面白いって言うから見てみるんだけど、下ネタとか人の悪口をピー入れずに言ってるだけなんだよね。それのどこが面白いのかなって。もっともらしく語りやがって。マツコも夏目ちゃんも真面目な顔して聞いてたけどな、俺たちゲスナーは騙せねえぞ。それお前のラジオのことじゃねえか。なんだこれ。バレたな。バレましたねこれね。正体が出てきた。なんだこれは。ふときよしこよ。ふときかい。ふときか。ふときさん出てくるんだよな。ちょこちょこ。確かにね。ラジオネームスリープ。有吉さん女性向け雑誌ラファーファが3サイズか上から101、90、102というプロポーションのモデルにゆるふわ系ファッションをまとわせてマシュマロ女子と名付けて紹介してやがりました。うるせえデブ、ゆるふわとかマシュマロ女子とか造語のオンパレードじゃねえかバカ雑誌。しかも絶対ただのデブやよ、ブヨブヨホルモン女とか批判されてるはずなのに、いまだに活動する恥さらしのこの豚相当やべえな。ポジティブなデブにファッションとかまさに豚に真珠じゃねえか。さっさとジャイアント白田と魔女菅原に一瞬で食われて跡形もなく消え去れ。なんだこれおい。興奮してる。すごいですね。エンジン全開でしたね本当に。興奮なさっております。ねえどうしようか、ラストぐらいしたいところでございますけどもね。面白そうなるかな。ラジオネームヒロパン。有吉さん、ファッションヘルスモンスターことキャリーパンパムちゃんが FNS 音楽祭に出演する前にツイッターでこんなことを言ってやがりました。人見知りだからアーティスト大集団みたいなの苦手。おい花ペチャトブス、お前毒毛とかいう恥ずかしい雑誌に出てたりもったいないからとかわけのわかんねえ歌歌ってるくせに何が人見知りだバカ。本当の人見知りってのはな、女の子と話すとき恥ずかしすぎて風俗ネタに逃げたり、仕事終わりで友人と遊ぶこともなく漫画喫茶に直行し6時間ぐらい引きこもるような人間だけがなれるんだよ。そもそもなんだそのゴテゴテのメイクは。ファンデーション塗りすぎて幽霊みてえじゃねえか。メイクに金かけんならな、そのソケットみてえに反り上がった鼻でも矯正してこい。なんだこれ。すごいなこれ。